ブリブリさんからいただきました。ありがとうございます。2月の寒い夜です。はい、友人が住んでいたアパート、うん、2階建てなんですけども、うん、角部屋で 2DK だったと、はい、でね、夜中に、はい、そのね、友人と一緒に浮入れしてたんですって、はい、ね、そしたら、はい、隣の部屋のベランダからガタンと音がしたから、はい、2人で見に行きましたと、はい、でね、何やろなっつってカーテンシャーって開けたら、はい、その隣住人のね、はい、あのこの友達の元カノがそこにいたんですよ。で、こういうね、話聞くと、この友人が連絡無視してたから、はい、元カノが忍び込んできたと。ああ、なるほど。で、その後はですね、自分はもう帰ったから気まずくてね、まあ、そうですよね、帰ったから、はい、何をその後その元カノとその友達が話したのか分かんないけども、はい、まあまあ数日後また会った時にどうやったって聞いたら、はい、うーんって言うてるんですよ、友達が。うーんっつって、いやいや、ちょ、何つって、気になるか教えてよっつって、そしたら友人からですね、衝撃の一言がありました、はい、あの後ですね、話して家に送ったんですって、はい、その元からリストカットして亡くなったんですって。その後は何も聞けなかったです。最初から重たくないですか？重いですよ、重いですよ、重いですよ。うわうわうわ、いや、いやね、はい、はい、まあ連絡を無視してたっていうところから、あ、まあ、家帰ってきたんだけど、まあ、多分もう会うのはやめよう的なこと言ったんでしょう。やっぱ、はい、まあでも、あ、まあ、まあ、やっぱ悲しいですけど、うん、やっぱもうその人しか見えないみたいな感じになって、もっと視野広げれば、まあ、まあ次にやり直すなり、もっと面白いことをもう見つけられたんでしょうけど、まあちょっとそうですね、まあ周りの人も、まあ多分なんで助けられなかったんだろうってやっぱ思っちゃうし、まあそういうことはもう本当に言ってほしくないですね。まあ、非常に重い話が、はい、いきたいと思います、はい、続きましてドラキッチさんからいただきました、はい、30年ほど前なんですけども、はい、社会人成り立て高卒でね、うん、はい、その時の話なんですけど、当時ですね、実家から最寄りの駅までスクーターで移動してたんです、うん、はい、で田舎なので、駅のすぐ横にですね、無料で止めれる、駐輪場があって、はい、で、適当にね、空いてるから止めましたと、はい、で今思えば屋根もあって、はい、無料なんで、うん、あ、すげえなと思うんですけど、はいはいはい、で仕事が終わって、はい、片道2時間かけて自宅に帰っていた時に、はい、やっと最寄り駅に着きまして、はい、さあゲンチャリに乗って帰ろうかと、はい、ね、ゲンチャリを見るとですね、ゲンチャリのシートにですよ、はい、謎の透明な液体がついてたんですね。何この液体が、で意味わかんないと思いつつ、はい、しばらく見つめたんですね、肩、はいはい、で頭の中でこんなことが起こってるのか、いろんな可能性を考えている中、うん、なんかこの液体見たことあるなと思いました、うん、唾なんですね。うわ、シートについているその唾と思われる液体、泡立っとると。うわ、気持ち悪くてたまらないじゃないですか、はい、私は私の原付以外にもその被害に遭っている自転車やバイクがないか見渡したんですけども、はい、自分の原チャリのそのシート以外に唾を付着してないんです。あ、で、はい、とにかくですね、この液体始末しないと帰れないので、はい、もう仕方なくティッシュで拭いてね、うん、帰ったんですけど、はい、拭いたとてそこ座らなダメじゃないですか。そうですね、あのスクーターで立っていくとすぐこけますからね。バランス崩して立とうとはするよね、はい、若い時って、はい、でもすぐやめるよね。すぐやめます、はい、これはいかんと。でそんなことがですね、はい、1回だけじゃないんですよ。うわ、月に1回あるかないかの頻度で起きるんですね。忘れた頃にまたされてみたいな。うわ最悪。でその当時の私はもうこれは動揺したら負けだと、はい、ね、うん、思って気にしてませんけどという態度でそこに止めてたと、うん、1年ほどそんな攻防が続いたんですけども、
転勤になって引っ越しました、はいはい、でその駐輪場に現地で止めることがなくなったので被害に遭うこともなくなったんですと。今思えばめちゃくちゃ気持ちが悪いし、当時気にしないように考えないようにしていたのはきっと現実逃避だったのかもしれません、うん、もっと恐ろしい被害に遭わなかったから良かったものの、近くに変質者がいるかもしれないと警戒心を持たないといけなかったと思いますと、うん、社会人になりたてでリクルートスーツを着ていたので目をつけられたのかなとも思ってるんですと。なるほど、リクルートスーツ着ていた時には電車で痴漢に遭うこともよくありましたと。見てたのかね。いやまあその攻防戦って言いつつ やられっぱなしですけどね。まあそうね、はい、言うてもやってんからね、はい、こっちはね仕返しできてんからね。いやその立ち悪いやつって、うん、なんでそういうことするんですかね。いやそうなのよ、粘着室にね。はい、いや僕もあの自転車とかでよく止めてると、はい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 、カンカンとか、うん、あのゴミ入れカゴに入れてくやつがいて、いつか捕まえて、うん、あのもうその置いた瞬間に俺発見してそいつの頭に投げるっていうのが夢です、うん、でずっと見張ってたんちゃう。いやそうなんですよ、だからな、うん、そこまでカロリーも使いたくないし。なるほど、そうか、そうね。いやでもそういうことをやるやつの神経って何なんだろうって、うんはいはいはい、思うよね。それで何かが解消されんのかと。うん、だから昔とかってさ、はい、そういういたずらってもっと多かった気がするんですよ。あ、街中にカメラ少ないから。あ確かに。で結構僕が子供の頃なんてまだ路中とかあったんで、はい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 、普通に路中とかもあったんで、ちょっと止めてたら親父の車とかがビーってされたりとかあったし。あなるほど。ひどい時なんて親父のサイドミラー割られたからね。そうそうそう、そんなことしします。そうで親父が腹立ってね、はい、その時もそのね、はい、あのドラレコとかもないからさ。あーなるほど。親父ずっと見張ってたんですよ。そしたら、はい、近所のおばはん怖ない。ご近所怖ない。いやめちゃくちゃ怖いでしょこれ。ありますねいや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 、おばはん何してんねん。いやほんとそうっすよね。うわそれでなんか満たされるのかっていう。いやそうなのよ。あそう、うちその魚屋勤めてた時に、はいはいはい、まあ社長というか会長がいたんですけど、はいはいはい、まあ僕あの一回来られたことあると思うんですけど、はいはいはい、あの1階が駐車場で2階が、はい、あの住居のところに住んでたんですか、はいはい、僕が、はい、あの時まあ、あの風呂場が血だらけやった。あそうですね、はい鮮血だらけはい。あ人じゃないです、魚ですあの台所がほぼないのね、はい、そうなんですよ。ほぼないから、はい、風呂場で魚をさばく、はい、シンクであの魚をさばくっていうあそこで天ぷらも作ってたんですからねマジで、はい、ユニットバスの壁がこう誰かが手でちぶわってね、面白い、はい、まあ、そこで、はい、あの会長が下に止めてたんですよ、はいはいはい、ベンツを止めてたんです、はいはい、そしたらある時、はい、ベンツのタイヤが全部パンクさせられてて、であの自然に抜けるわけじゃないです、うん、切られてるんですよ。うわで犯人誰かっつったら、はい、うちの従業員だった。こその時その日に会長に思いっきりなんか怒られたやつが、うん、怒られて腹いせに、はい、包丁あるじゃないですか、やり放題や道具あるんで それでやって、でも証拠つかめないんですよ。なんカメラを仕掛けてないから。でも多分、うん、あいつだっていうことでなんか問い詰めたらやっぱ、ね、そうだったっていう。だからこの辺に止まってる海縁いたずらされた犯人フレンドリーの可能性もある。あーありますね。でもフレンドリー木村まあいろいろ容疑者がいるんでちょっとそこは迷宮入りになるかな。もしかしたらあの全員かもしれないし結託して、はい、みんなの恨みでサボテンダーみたいな一撃が強烈な一撃が。続きまして、はい、ポンポコまんじゅうさんからいただきました。ありがとうございます。初投稿ですということでいただいたんですけども、はい、30年ぐらい前、はい、私女性なんですけど、はい、20代後半でした、うん、当時実家は東京の郊外にある団地の2階だったんです、はい、で親は仕事で別の場所に住んでたんで、はい、4個下の妹と2人暮らししてた時期が2年ぐらいありました、はい、
で2人とももう社会人で、ね、はい、で親のいない解放感がまるで学生時代に戻ったかのようで、で深夜にファミレスにね、はいはい、姉妹で行ったりドライブに行ったり、はい、自由気ままな日々で、はい、まあ、楽しかったんです、はい、そんなある春の夜ですと、私は妹と隣り合った部屋で寝てたんですけども、はい、なんか目覚めたんですって、うん、で、若い頃は叩き起こされても起きなかったのに、うん、はい、その時はなんかふっと目が覚めた、はい、ベッドに横になったまんま寝ぼけまなこで暗がりに目を凝らしてみると、はい、カーテンを通した月の薄明かりの中、はい、私のドレッサー代わりに置いてあるデスク付近に人影がぼんやり、うわでね、はい、妹かなって思ったんですよ、はい、で妹の名前を呼びました、はい、返事ないんですね、はい、でその人影体かがめたまま窓の方にこう動いてるんですよ、でも私寝ぼけてるんですよ、はい、何誰みたいになって、はい、で把握できないです状況、はい、でだんだんこう頭起きてくるじゃない、はい、その瞬間うわ怖誰今のみたいになって妹じゃねえってなるんですよ、はい、でなんでみたいになってまたパニックですよね、はい、殺されるかもしれないと、うん、ものすごい恐怖を覚えました、はい、がとにかくなんとかこの場をしのがなければいけないと、はい、でとっさに寝ぼけたふりして、って布団かぶることしかできなかったんですね、はい、でもうその間も心臓バクバクしてて、はい、でもまあまあその後は特に何も起きずに、うん、しばらくしたら人の気配が消えたんで、はい、顔をね半分覗かせて部屋見渡したんです、はい、そしたらベランダの窓ちょっと開いてカーテン風にね、揺られてると、で数分経っても全く人の気配がなかったから意を決してベッドから降りまして、うん、はい、妹を起こして今誰か部屋に入ってきたのっつって、うん、で妹もびっくりしてね2人で家の中確認して、はい、まあまあ誰もいないことを確認した上で、はい、一旦一息ついたんですけど、はい、特にね、はい、盗まれたものとかもないんですよ、はい、で私にはさっきのことがちょっと現実的なこととは思えずにね、はい、夢だったんじゃないかなと思った、いや窓開いとるやないかいってなるんですよ、はい、そうですよね、ね、若い女性2人暮らしなので普段は絶対に全部鍵かけてるはずと、うん、ベランダの鍵が開いてたなんて洗濯物を取り込んだ時にかけ忘れぐらいしかないんですよ、はい、でもおかしいないつもちゃんと閉めてんのに、はい、でもう寝るの怖いから空が明るくなるのを待ってですね、2人でベランダに出たんですよね、はい、そしたら明らかに男性サイズのスニーカーの靴の跡と、ね、はい、いろいろ残ってて、でベランダの手すりにその靴跡があるのを見て、うん、ああなるほど侵入してきたんだっていうことがね、うん、確定で、で何もされずにね住んで本当に良かったと、で多分姉妹2人でいたのも幸い、一人暮らしだったらただで済まなかったもしれませんと、はい、で妹と2人でどうしようかと考え、はい、でその家から引っ越すこともできないからもうちょっと警察にね届けようってなって、はい、なるほど、で警察行ったんですね、はい、で受付で事情話したら刑事課にね話通してくれて、はい、で〇〇、さんのびですね、このびっていうのは住居不法侵入の警察用語らしいんですよ、うん、〇〇さん私がのびですっつってね一人の刑事さんね、呼んでくれたんですね、のびのびたらしか出てこないですけど、はい、最初に説明しましたね、この住居不法侵入の警察用語でのびっていうらしいんですけど、はい、でその刑事さんなんですけども、間違えて組事務所に来てしまったかと思うようなめちゃくちゃいかつい人なんです。でもめっちゃ優しくてね、はい、すごい親切に、ね、対応してくれて、で取り調べ室に通されて、はい、で、数時間前の出来事を順序ね、こう順序で説明したんです、はい、で一通り聞き終えた後に刑事さんがですね、まあとにかくあなたたちが無事でよかったよ、はい、もしまた同じことがあったら次はすぐに110番だよと、はい、今回はもう逃げられてしまっているし犯人の姿もはっきりとは見ていない、うん、何も取られていない、ということは被害という被害がないからちょっと捜査難しいんだわ、うん、でも足跡残ってるからっつって、はい、ね、食い下がったんだけど、はい、それだと捜査のしようがないんだよねっつって、 いや、いけるでしょ不法侵入からね、で近隣でその伸びの報告があれば同一犯の可能性があるので調べるけれども、今のところ他にそういう報告が上がってきてないのに、はい、今回はこれでおしまいってことです、ちなみにうちの近隣は大きな公園もある本当に静かな住宅街で深夜に目撃者とかは期待できないんですと、ですぐに警察を呼んでくれればいろいろ捜査もできるので今度何かあった時は110番してねと念を押されて警察署を後にしました。いやなんでだよっつってね、妹と二人 で, そうです、ね、
あんなに怖かったのに警察はこんなもんなんかいと、はい、で気分転換に近くのファミレス行ってね、うん、ご飯食べたんです、はい、でその後は戸締まりに細心の注意を払って、まあ、若干トラウマになってね、うん、なんかちょっと外出も怖かったんですけど、まあまあ何事もない日常戻ってきまして、はい、で2年経過します。2年後私は結婚してその家出ることになりました、はい、ただ今でも不思議なのが当時私たちは女性2人暮らしだったので防犯には本当に気をつけていました。ベランダの窓の鍵も絶対にかけていたはず、うん、でも鍵を壊された形跡は全くないので、うん、ね、はい、なんでだと。であの日鍵が開いてたと、うん、ね、となるとたまたま鍵をかけ忘れたその日に鍵って不法侵入されたの。これね、タイミング良すぎないかと。確かに。もしかすると深夜時々ベランダに上がってきていて、はい、鍵を確認していたんじゃないか、でついに、はい、かけ忘れてる、あ、なるほど、来たー、いや来たーで開けちゃうの来たいやね、怖えなってなったらめちゃくちゃ怖かったです、はい、これが一番人生で怖かったんですと。なるほど、まあ、何もなくて本当に良かったですね。いや本当良かったですね。いやでももう2人いたってことも、もしかしたらその妹の方を、うん、その同棲してる男だと思って勘違いしたっていう可能性もあるし、まあやっぱ2人いるんかいつ、ね、はい、1人よりは2人の方がやっぱ侵入 しづらいだのかなっていう。だからもう現代のね、はい、今だとさ本当に海外の窃盗団とかおるやんか、はいはいはい、よくあるじゃない、はい、よく見ますね。怖いよね。いやもうああいうのにもう目つけられちゃうと、ね、もうそのこの刑事さんも、はい、今回は何もなかったんでよかったんですけど、でもその何もなかったたまたまの1回が重い一撃になる可能性もあるわけじゃないですか。そうそう、だからもうこれさ、はい、侵入されてるから行くべきよね、はい、いやそうですよね。なんとかもうなんとかして、まあその捕まえとかないと、はい、かもしくはその次の日にもうすんごい調べてるぜみたいな鑑識みたいなのがこう昼間とかうろうろ同じ時間帯とかうろうろしとけばなんか牽制にもなりますし、もう本当にカメラつけるとかさ、そういうのそうですよね、しないと怖いよね。現実的にやっぱカメラってお高いんでしょ。高いですねそのカメラが七不思議価格7,700円つけるテレビショッピングみたいになるけどいやでも、はい、それぐらいまでしないと防犯って無理じゃない。いやそうですね、もうちょっとなんかそのカメラとか、うん、そういったものが気軽にっていうかもう、まあまあね、普通に、まあ特に大学生とかで初めての一人暮らしする、はいはいはい、娘さんいる方に、うん、気軽につけれるよう なんかそういう値段とか、ね、なんかそういうなんかシステムなり、だからカメラとして、はい、もうそのなんかねデータを保存して、はい、で Wi-Fi 飛ばしてってそういう接続もね、うん、いろいろと難儀じゃない。あ、もう本当にもう原始的にもう不法侵入してくるやつ殺せるぐらいの相手も欲しい対抗措置を、はい、でも本当原始的よ。もうあれぐらいだったらいいんじゃないかなっていう、海外の、うん、警察官がパッて打ったら、はい、ビリ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 ってするやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれが飛び出るやつとか、はい、そうですよね。そうだ、それをスイッチ1個で発射できるようにしとけば、はい、なるほど、窓の鍵を壊そうとしたやつ目がけちゃうここに行ったらダメでしょ下手したら命奪っちゃう可能性あるから。いやぐらい、あ、まあそうですね、恐怖感与えとかないと。いやそうですよね。そういうのをやっぱ日本の女子、うん、お年寄り持ってるぞっていうとか、ね、はい、うん、っていうのをちょっと打ち出していかないと、やっぱ、いや、本当、はい、平和に慣れすぎたんですよ我々は、ね、我々は、はい、これからちょっと、はい、そういう対抗措置、ね、防犯っていうのところの観点から、はい、いやそうね、はい、ちょっと考えないと、はい、先行攻撃できるようにしないとビビらした価値やからね、はい、まあ、もう自衛隊もなんでいるかっていうとやっぱそういうわけですからね、はい、話深なってきた続きまして、はい、ジスさんからいただきました。ありがとうございます、初投稿になりますと、
霊体験が用事で早めに家を出た母親が遅刻を心配してその念が生きるようになって飛んできて起こされたぐらいしかない。いや面白いな、そこそこありますね。実家住まい30代半ばの独身女ですと、はい、丁寧に自己紹介いただいてますけども、はい、ちょっと短い短編をですねいくつか体験なので届けますと、はい、で1つ目、はい、北海道のカニのですね、うん、通販会社の営業電話、たびたび電話があったので、はい、試しに注文しました。おそしたらスッカスカのカニが来たと。うわ、ね、で1回買ったらそれ以来毎年営業電話来ると。うんで5年ぐらい前に私が、はい、留守番中にそこからかかってきました、はい、1回目の電話は断りました、はい、で久々の休み、ケーキとあったかいミルクティーを準備して、うん、録画していた、モノマネ番組を見ようとした時ね、はい、電話かかってきて、はい、ふざけんなやつってで切った直後20秒と経たないうちにまた電話かかってきて、こっちはケーキにフォークを刺そうとしてたってのに出てみたら一方的に台本を読み上げてるおばさんなんですよ。なるほど、コールセンターそう、ノルマがあんのか知らんけど、でよう聞いたらさっきのおばさんやないかいってなって、いや一緒しかもう、いやそうなので、新人かなと思ってで当時私はコールセンターで働いてて、はい、受電のみの業務だったんですけども、うん、まあまあ大体ね、はい、なんかそんな感じっていうのは分かるじゃない、はい、でパソコン上にリストがあってダメだったら電話番号を消して、うん、次に進むと、はい、でその順番でこうかけていくっていうね、そのコールセンターの手順があるんですけど、はい、おそらく消し忘れが違う人の消したか、なるほど、で同じとこかけとると、はい、完全に新人だなと、はい、で話を遮り、はい、お前1分前にかけてきただろうと問い詰めたんです、ね、はい、いえ似たような別の会社ですねって言うんですでそれ言われた瞬間に切られて、はい、でナンバーディスプレイの表示も設定してないので真偽は分からないけども、はい、まあね一つ目の話そんな感じでございますけど、はい、2つ目、はい、母から聞いた話なんですけども、はい、そういう詐欺電話が多かったんです当時ね、はい、で警察からですねあなたの家の固定電話の番号が詐欺のね対象者名簿に載ってしまっていると連絡があって、はい、でいろいろ調べていくと、はい、このお母さんの同窓会名簿がですね流出していたっていうことがあったんです、はい、で自営業なんですこの家はね、で宣伝も兼ねてこうね、はいはい、いろんなところでねこう渡してたのがアダとなって両親のフルネームと自宅の番号が流出してしまってると。だから、はい、こう電話かけてきた時にお母さんのフルネーム知ってるんですよ。怖いな。でもで1年ぐらいね警察から固定電話に、うん、繋ぐ機械借りまして、はい、で、通話開始したら自動で録音できて5分で通話が自動で切れる。で通話内容は警察でしか聞けないっていう機械なんですけど、それ借りてね、でもう今は固定電話解約してるんで、ね、はいはい、大丈夫なんですけど、ちなみに我が家は歩いて2分圏内に交番がありまして、はい、1回その機械のコードに引っかかって外れたことがあるんですけども、はい、大音量でアラームが鳴って、うん、交番からおまわりさんがどうしましたって言ったことがあ、なるほど、そういう機能もついてるんですね。だから、はい、セキュリティは万全です。あ、なるほどいいないいよね、はい、そういうの貸し出しがあるってことすら知らなかったです。いや、はい、でもちろん警察署にすいませんみたいなことは言ったんですけども、はい、ね、はい、抜けてくるの早すぎるかっていう確かに、で、ちなみにその外れた件の電話を切った直後にかかってきた電話が怪しすぎて、はい、で交番の警察に話したところ、はい、あ、タイミング良すぎるから多分詐欺ですねみたいなこと言ってたみたいな。2つ目でした、はい、で3つ目がですね、バイトに向かうために自宅の裏道からちょっと近道してた時があって、うん、でバイト先まで歩いて5分です、はい、で夏やったんですけど夕方4時ぐらい、まあまあ明るいじゃない夏やから、はいはい、でバイト先までもうほんと目と鼻の先あと10メーターぐらいなんです、はい、そしたらチャリのねチャリに乗った20代ぐらいの男性が近づいてくるんですよね、はい、当時私大学生ですよね、はい、んだらその大学生の男がね、はい、すいません僕写真が趣味なんですよ、うん、この辺りに公園ないですかみたいな、はい、聞いてきて、はい、もう瞬時に、はい、あ、こいつやばいやつやって思ったんですって。ほう。で、理由としては、はい、カメラ趣味なんです公園ないですか言ってない、はい、言ってんのにこうカメラ持ってないんですよ、で、はい、荷物もない、はい、で公園なんてチャリで走ったらすぐあるぞ、はい、
で私が無言でバッグから携帯を出すふりをした途端、うわーって逃げてたんですよ。あーすごい。で、あこいつはやばいやつで正解だったということで、交番へですね、行って、はい、やばいやついましたよって報告しましたっていうのが3つ目ですよね。で4つ目です、はい、これも3つ目と同じぐらいの時期なんですけども、うん、飲み会の帰り道ですね、はい、大通り歩いてたんですけど、はい、まあまあまだ真夜中じゃないんですよ、はい、まあまあ電車が帰ってきた感じなんでね。である程度車通りもあるし街灯もあります、はい、で居酒屋もまだ空いとると、はい、でその時間帯人通りは少ないんですが、うん、何せ交番の近くですから、はいはい、で歩き慣れてもいるしね、はい、で、まあ変なのに遭遇しないでしょうっていう余裕な感じで歩いてたんです、うん、であと何歩かで交番に差し掛かるなと思ってたら後ろからですね、ブーン、いやー来たこの音。30代前半ぐらいの男がですね、はい、送ってこうか声かけてくるんですね、交番の近くですね、断りました、はい、ですぐ交番入りました、ナンパでも同レベルに怖いので、はい、ね、変態と同レベルで怖いじゃないですか、はいはい、結局クソ迷惑なやつには変わりないんですけども、はい、すごく嫌でしたと。これ4つ目ですね、はい、で5つ目なんですけども、はい、これは5年ぐらい前ですね、はい、時刻は午前2時付近だったと思います、はい、その日音楽イベントに参加しておりその帰り道ですね、はい、で次の日も休日だったので、うん、タクシーで帰って、はい、で準備したら午前中までゆっくり寝ようっつってね、うん、すごいウキウキですよ、はい、でイベントは成功して打ち上げも楽しくて、はい、完璧な休みを迎えるはずだったんですけど、はい、タクシー乗り場に向かう道中前方に3人組の男がいまして、はい、なんかね30代後半から40代ぐらいですかね、うん、でわー喋ってんですよ、はいはい、でまあ通りは広いし、はい、まあまあ急いでたんで、はい、こうね、まあ、追い越すような感じで、ね、はい、こう追い越したんですよ、はいね、でそれがムカついたのか分かんないですけど、うん、アーケードの入り口だったんですけど、うん、あれ AV 女優じゃねみたいな感じでこっちを見ながら言ってくるんですよね、で多分いじってんのか、ちょっとまあ派手な格好してたからかな、その時はこう音楽フェスの帰りみたいな感じやから、イベントの帰りやから、はいはいはい、で AV 女優じゃねあいつみたいな、で、でその周りの人がね AV 女優見てくるじゃない、なるほど、で、タクシー乗り場目と鼻の先なんですけど20人ぐらい並んでるんですよね、はい、で、なこいつらっつってっ携帯をね、はい、取り出そうとしたんですよ、はい、そしたらあれ彼氏に電話かなみたいな感じでどんどんいじってくるんですよね、腹立ちますね、なこいつってなって、はい、でまあまあ自分で言うのもなんですけど、はい、私胸がでかいんですと、なるほど、でも、はい、太ってるんで全体的にでかいんです、うん、自分ですごい自虐されてるんですけ ど、はい、大きなお世話だよみたいなね、はい、で幸いこう並んでたらポン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 こうタクシーがどんどん来るから、はい、すぐにね、タクシーに乗れたんですけど、はい、もう本当最悪でしたと、うん、変態もそうですけどこういうの同じ男性から見たらどういう心境なんだと思いますかと、うん、いきなりすれ違いざまにねそんなこと言われたらもう殴られたのと同じぐらいね、うん、衝撃度がありますと、うん、それ以外にも最近すれ違いざまに酔っ払いに耳元で大声を出されて、それがきっかけでちょっとなんか転職する羽目になったり、酒が入った男にろくな目に合わされてないんですと、うわ、ただすれ違っただけなのにと、そんなお話ですけども、いや最後すげえかわいそうね、いやもうそんなこと言ってくるやつはもうレベルが低いんで、はい、もう相手しないことが大事なんですけど、うん、まあまあまあね、言われちゃうっていうのがでもあれよね、健吾ってただでさえ声でかいからさ、はい、道で喋ってる時とかにたまにびっくりしてる人おるもんね、いますねそんなことない、そんなつもり全くないのに、ね、こうやって見られることがあるんで あ、ね、あ、俺のせいかっていう、はい、でも、はい、でも酔っ払いやからね、いやまあ確かに、いやそう、うん、だから酔っ払いと酔っ払ってない人とのこの温度差ってあるじゃない、はいはい、そうですね、酔っ払いのそのちょっと楽しくなっちゃって、はい、あれみたいなテンションがすごいやばいね、ムカつく時もあるからさ、はい、この辺の温度差がだからもう無視するしかないよね、いやまあそうですね、バッとね逃げるというか、もうだからギリその、うん、まあ酔っ払ったとしても、うん、その内輪だけで完結させないとっていうのやっぱ、ね、人に迷惑かけるのは良くないですよね、もう
後に向けて言うのはもう軽い気持ちでももうやっちゃいけない、ね、はい、最後です、はい、リノさんからいただきました、当時私は25歳、はい、子供が2人いました、はい、幼稚園児の娘と2歳の息子、大体まあ夏ぐらいですかね、はい、娘の通っていた幼稚園で、はい、まあ、バザーですよね、縁日っぽい、はい、よくありますね、で役員のお父さんお母さん中心で開催されて、はい、でお手伝いしてたんです、はい、でもう大盛況で終わってね、夜は子供、はい、当時の旦那さんにお願いして、はい、役員さんやお手伝いさんたちで打ち上げしました、はい、でまあまあお酒飲んだ帰り道ですね、一人帰ってたんですけど、はい、後方にですねチャリに乗った全身黒ずくめの何者かがいるんですね、で、はい、今行けないですよ、はい、行けないですけども、うん、当時です、うん、お酒を飲んでたけどもチャリで帰ってたんですよ。あ、なるほど、行けないですね当時は2階建てのアパート住んでまして、うん、でそのアパート大通りから細い路地入ってくるんですよね、うん、で昼間も人気がない場所で、うん、でちょっと死角になってるんで、下着泥棒とかも火があったことがあったんです、はいはい、でも同じ方向に向かう人はいるよなと気にせず、うん、自宅に着いて、うん、チャリをですね駐輪所に入れる時に、うん、その黒ずくめのやつがですね、はい、アパートを通り過ぎていったんですよ。で、あ、同じ方向だけなんだなとは思うじゃないですか、はい、で自宅の玄関まで行きまして、はい、カバンの中から鍵を探していると真横から人影ね、はい、初めはタバコを吸うね、はい、人こう住人おってね、はい、外にこう出てきてっていう人いるんですって、はい、実際に、はい、かなと思いもう殺されると思って、ね、でもうね、いやもう殺されると思ってやばいやばいやばいと思ってたら、はい、そいつがですね、はい、静かにって言うんですよ。静かにしよう、うわ無理じゃない、はい、無理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 っつってて、はい、でもう殺されるっつって、やばいどうしようと思ったらその男がですね、はい、耳元でごめんねごめんねって言うんです。え、謝る？で特に何もせずに、はい、自転車に乗ってどっか行ったんです。え、何何何と、はい、ねええー、あの時何もなくて本当に良かったと心から思いますと。でその後なんですけど、はい、昼間にまた違うね、うん、その男が、はい、まあ、知らんやつですよ、はい、我が家のドアノブ勝手にガチャガチャと回してるのを見たりしたんですね、で当時の私はあまりにも危険意識が薄くて、はい、その夜も肌の露出が多い服を着ていたので、うん、狙ってくださいと言わんばかりの、あ、なるほど、格好してたのも要因があると思いますと、うん、黒ずくめの男性、はい、ね、ごめんねってなんだよ、ね、真意はわからないですけども、今もそのアパートに住んではいないですけども、うん、夜道は本当に皆さん気をつけてくださいという形でお届けいただいてますけど、あ、まあ、まずは無事でよかった、よかったですよ、ですね、本当にね、謝んねやったらやんなよっつって、そうですね、もうよっぽどあの気の迷いを起こさせる、ね、格好をしてたのか、いや、まあ、確かにね、もうドラクエの危ない水着ぐらいの露出度、いやもうあれ歩いてたらやっぱついていきますよね、ついていくんかい、 いついていくんかい、なんかなカジノに着くのかなってどこで交換してんだろうっていう、マーニャぐらいの、あ、まあそうです、踊り子が、はい、いやもうだってあれもうだってもう下着だもん、 あんなもん、そうね、はい、街中に前に歩いてたらちょっとついていくな、いやちょっとついていく、あ、どこでどこだろうこの楽しいイベント会場はっていうありますね、はい、いやでも本当に無事で良かったですね、あ、そうですね、本当に、いや本当にね、最後はねこういうねちょっと怖い話で締めくくらせていただきましたけど、はい、無事で良かったということ、はい、ではですね、はい、月神響さんからいきましょう、はい、ありがとうございます。この話は私の妹が、あ、まあ今の職場らしいんですけど、初めて出勤した日に起きた事件らしいです、うん、妹さん地元にある全国チェーン展開しているビジネスホテルでフロント業務してるんですけど、で、まあ初日なんでね、こう先輩にフロントでこう業務を教えてもらってました、うん、そしたらスーツ姿の30代後半男性がこう、ね、来たんですね、はい、でこれ A さんとしておきます。でその方の部下20代男性、うん、A がこう2名いまして、計3人フロントに来たんです、うん、そしたら、すいませんちょっとお尋ねしたいんですけども、はい、この男が泊まっていると思うんですが、 A さんが胸ポケから写真を、ね、出してくるんです。ドラマであるやつだ。でその写真30代前半ぐらいの男性なんですね、うん、でその男性数十分前にチェックインをした宿泊客の B さんだったんです。はあ。でも個人情報ある。ああ、うん。ね、おかしいじゃないですか。警察の手帳見せてきてないから。あ、そう。最初に。なるほど。
で先輩がですね、うん、その個人情報云々のね説明しようとしたところで、フロントの横のエレベーターのドアがチーンつってね開いて人降りてきたんです、はい、で条件反射でフロントにいた全員エレベーターの方を見ちゃったんですよ、うんね、で降りてきたのその B さんなんですよ。あその直後そのね写真見せてきた A さんとその部下の表情が変わりですね、うん、てめえ何逃げてんだよっつって、おお、ね、で A さんとその部下2名が B さん取り押さえとするんですね、はい、でもそれを B さんうまいことかわして逃げてったんですよ。そうなんだ。で、外にいたあそのね助っ人というかさ、はあはあはあはい、応援部隊がもう外にもう待ち構えてて、でブワー取り押さえられた、で待機していた車に連れ込まれて、で A さんとかもそこに乗り込んでブーッと行っちゃったんです。翌日、はあ、A さんたちがですね、うん、70代の優しそうなおじいさんと一緒に再び来訪されたんです、はい、その際にですね、うん、A さんだとこの B さんとある都道府県の反社会的組織の方々であることを、まあ、自分たちでおっしゃりましてですね、はい、どうやらあの逃げてた B さんね、うん、その組織のお金を持ち逃げしていたらしいんですね。で A さんらは B さんにきちんとけじめをつけてもらうために追っていたんですよっていうことを説明しに来たんですね。で一緒に来たそのおじいさん、はあ、組織のトップですね。あそうなんですか、前日に偶然が重なったとは迷惑をかけて申し訳なかったですねつって謝罪に来たんですよ。いやいやすごくまあねそこはあのちゃんとされてるっていうところちゃんとされてるんでね。なんでしょうか、ちなみに、はあはあ、この A さんはですね、はあ、すっかりそのフロントにいた妹のことを気に入りましてですね、ね、よく来ておいおじょっつってちょっと一声かけていくみたいな、はいはいはい、あの季節ごとに来るようになったらしいですよ。あそうなんですか。気に入ったんで、ね、別になんかこうデートしようとかじゃなくて普通にこう気に入ってくれて、ね、うん、常連客になりましたみたいな、そんなお話ですけど。それこそ最初のねちょっと写真見せるのがドラマみたいな展開だって言ったけど、うん、そうやって高飛びしようとしたやつを実際捕まえて連行するっていうことも、うん、あるんですね。往々にしてあるもんなんですよ、ね、この後ね B さんはどうなってしまったのか。いやこれはやっぱりあのしっぺぐらいですよ。しっぺで済むかな。しっぺで済むでしょ。それは無事なんじゃない。無事なんじゃないですか。しっぺでもこの止めるパターンの痛いやつね、これ。いやいやいやお前が高飛びしたからしっぺだからまずおかしいし、止めるやつもこれ痛いけどね骨までくるやつ、振り抜かないやつね。そうそうそう、これは大変ですけどね。怖いですね。怖いですね。レオ一郎様からいただきました。はい、はい、ありがとうございます。なんで様だったのこの人の場合だと他のは3だったので、レオ一郎様ですいやいやいや3で言い直してよかったじゃん、様なんだ、はい、いやちょっとね様をつけた理由がありまして、お、タイトルがランジェリー男という変態の話を送ってきてそうだったんで、ね、レオ一郎様ありがとうございますありがとうございますこれは ね、はい、行きましょう。20年以上前の夏、夏休みだったんでね地元に帰ってたんですよ、はい、で夜な夜な友達たちと遊び回る、うん、ドライブですよ、うんうん、田舎なんでね。いいじゃん。で友人8人で2台に分けてですねドライブしてたんです。私が乗ってる車が信号で止まりました、うん、そしたら運転してたやつがいきなりですね、おい変なん来た変なん来た変なん来たって言うんですって鍵閉めた鍵閉めたっつって、うん、ね、で私たちは意味分からずにこう鍵をねこう確認して、そしたらその時ですね運転席の窓どんどん叩いてくるんですよ。怖すぎる。何、ね、で見たんですよそっちの、はいはい、そしたら小太りの男がですね、うん、ヘラヘラしながらへへへへって言ってるんですよランジェリーで、ね、これはすごいですね、状況的に、でねランジェリーつけてるじゃないですか。でもね、はい、あのティンティン出してるんですよ。うーわー何そのギャップって言ってんすよ上手ですねはいはい、どうもさすがですね、はい、すいません。どうどうねね、これどっから来たのと思うじゃない。いやそれはね、そうですね、これバックミラーとかで見たら分かんだけど後ろに止まってる車からわざわざ降りてきてんの。いやいや乗ってきてんの。信号待ちのタイミングを見計らって降りてきてやばやばいねやばいねこれで、運転手はそれを見てたからね、はいはい、だから鍵閉めた。だから やばいのってやばいのってやつですよね。だからもうランジェリーにキンキン出してんのはもう見えてた運転手すごいのが後ろにいると、でもね、こう来てるけど青になるじゃない、はい、
ね、いやそうですよ、だってね青になったらねブーンって行くじゃない、うん、ね、その青になった瞬間にすごすごと戻っていったらしいですよ、うん、いや何なんぞお前そこは交通ルールとかそこはあれするんだね、はい、でもうねその助手席のやつがこうねあの前に走ってるもう一台の方の友達に電話して、はいはい、で、そのこと言うんですよ、うん、そしたらねその前に走ってたその友達がね、いやそいつさ多分ついてくるでしょうっつって、あこの後も、うん、うん、だこの先のコンビニにおびき寄せてさっつって、うん、ちょっと捕まえようぜなったんですよあもう覚悟しようと、はい、うん、で運転手の友人はですね一瞬ビビっちゃったじゃない、まあね、そう変態にあまりの変態さ、いやそれはビビるよ普通、はい、なんかムカついてきたわっつってそこでちょっとスイッチ入って、あやったろじゃねえかと、そう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 、うん、で、その友人の言う通りになるんですね。おう、ランジェリー男ついてきてたんですよ。やっぱその人ついてきた。そうで、コンビニの駐車場を誘い込むこと成功しました。おう、ね、こうブーンっつってこう止めて、でまたねこう車がブーンってついてきてね、うん、でこうついてきてこの車が止まった瞬間に一斉にみんなから車から降りて、おう、そのランジェリー男車から出られへんようにみんなで囲んだんですよ。はい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 。で運転手の友人がですね、おいっつって、うん、車番覚えたから逃げんなよっつって、今から警察電話するからなっつって警察電話して、うん、そのね、あのニヤニヤしてるねランジェリー男、へへへへって言う、へへへへへ、あ、もう覚悟したというか、うん、すいませんみたいな。ずっとやってる欲しかったなあ、んなシュンとなってほしくないなそこは、すいませんって、あ、すいませんなんて、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ね、すいませんって言うてるんね、はいはいはい、で、警察がね、来まして、ええ、でも、この警察呼んだけど思ったよりね実況見分とかが面倒くさくてですね、うん、あなるほどね、で後日もちょっと警察署来てねみたいなこと言われて、はい、ちょっと面倒くさかったんですって、はいはい、で、この実際ランジェリー男取り調べの結果、うん、28歳ずっと引きこもっていたらしいんですけども、最近やっと郵便局で働き始めたばっかり。おい、もうマジかよ。やっとやっと働き出したのに、その働き出した郵便局でのストレスもね、多大なるストレスでランジェリーのこの胸に水風船を2個入れて、いや そうはならねえだろ。でもいやストレスあったろうけど、チンチン出して、はい、女性を追いかけるっていうのがすごい趣味になったんだって。なるんじゃないよいやウォーキングもなんで俺なんだよ。だからいや俺に来るんじゃないよって言うんですっていや本当ね、はい、俺に来ないでくれ。だからなんだってこれは。いやですね、ね、もうただ単純なよくいる気持ち悪いやつかと思ったら、ちょっとほら根っこがさ、はい、28歳でそうやっと郵便局員になって働き始めたのに、ね、だそこが多分、ね、すごくいい職場でストレスがなく働けていたらこういうこと多分してないんでしょうね。そういうことなんですよ。でもなぜかストレスが溜まってしまったから水風船、水風船入れる、これ入れて入れないね。やるそれ。ぜひこのランジェリー男を、あなたの運転手として雇うのはどうですか。いやちょっと待ってくれ。だってあの車出てってってやるのよダメ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 、ちょっと俺運転手返してくんだお前って全然つけへん持ってる志村さんのコント見てるじゃないんだから信号待ちのたびにいやいやいや運転しろお前バカかお前つって、で怒られたらちょっとシュンとするいやいや切ろよ、いやシュンとする前に切ろよお前は衣類を、いすいませんだったら切ろう男性物の服をちゃんとなんか続きまして、はいはい、だいたい酔ってるさんからいただきました。だいたい酔ってるさんから、はい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 、初めましてということです。初めまして。なんかねこの人すごい我々のこのチャンネル見てくれてるんですけど、 ありがとうございます。私にはこういった事件も怪談もないなみたいなことをね思ってたらしいんですけども、七星さんの過去動画であの団体名が出てきたこと、最近ではあれから30年が経ったことなどのニュースがありましたし、地元のテレビでも特集番組が放送されて思い出したので、うん、初めて投稿します。はいはい。この体験は私ではなく、当時の会社の別部署の上司の話なんですけども、うんうん、何分30年前なんで、ね、ちょっとうろ覚えですと、はい、30年前の6月です、はい、田舎の方住んでたんですけども、うん、まあまあ、昼間は暑くてですね夜は涼しいみたいな気候だったんです、うん、だから夜もね窓を開けて過ごす家庭が、まあ、30年前なんで、そういうのも多かったですと、うん、その日その上司もですね窓を開けて、でそろそろ寝ようかなと、
で窓から涼しい風が入ってきますよ、はい、で眠りについてどれぐらい寝たのかは分からないですけど、パッと目が覚めるんですね、うん、あれなんか体ちょっとおかしいぞ、うん、鼻水出てくるんですよ、はい、で何気なく窓に目をやるとスーッと涼しい風というか冷たい冷気が入ってくるんですね、うん、あれ風邪ひいたかなと、うん、あ窓開けて寝たの失敗やったかなと思いながら窓を閉めて、でもう一回眠りにつきました、はい、そしたらですね今度夜も開けきらないうちにですね、うん、ピンポーンって、何でしょう、チャイムですよ、なんだ誰だよと、うん、こんな朝早く、うんうん、でもう一回寝よう、無視しよう、ピンポーン、2回続けて押してくるってことは明らかに用事があるじゃないですか、うん、そうだね、で玄関行ってね、うん、扉開けてみると警察官なんですよ、朝から、うん、で隣にはご近所もいまして、はい、ああすいません、丸々警察署の何々です、今この辺でですね異臭騒ぎがありまして安否確認をしております、ご家族に異変などありませんか、ね、はい、急な質問ね、はい、で家族の安否確認、うん、でこの上司の家族はですね、はい、この方と奥さんで小学校低学年の息子さんの3人、なるほど、3人暮らしなんです、で、奥さんはチャイムの音に気づいて起きてた、で息子はすやすや寝てた、うん、で3人とも無事ですよってね、で警察が伝えて、ご無事でよかった、ただ後で救急隊に検査してもらいますんでご協力お願いいたします、あ、だぶなんだか分かったわこれで、近所のお宅にね、はい、まだ行くんです、で、はい、警察官と一緒に来たらご近所さんと異臭騒ぎってなんだろうねっつって、こうね赤色灯がもういろんなところに光ってて、はい、松本三人事件、そうでしょうね、そうだと思いました、同じ状況で犠牲になられた方もいらっしゃいますし、大きな冤罪事件でもあるので上司が助かってよかったと喜べることではありませんが、はい、あの時上司が目を覚まし風だと思い窓を閉めたことで助かったんです、少しオカルト的な、ね、考察もよぎりますが、これはまさに奇跡だと言っていいんじゃないでしょうか、後に知ったことですが、サリンを吸った初期症状、鼻水が出やすくなる、うわーそれね、まさか私の近くで全国ニュースになるような大事件があってその当事者になりかけた人がいたなんて今でも信じられないですと、その後の上司ですが数年間、健康観察のためにねこう通院しないといけないという形になったんですが、家族全員問題なく、その後も健康でということで、いただきましたね、だってちょっとこの体内にそれを取り入れたというね、どれぐらいの量を入れるかで、はい、だいぶそこの容態というのは変わってくると思いますし、ね、危なかったね、これだからなんね、その時たまたまもうねそのちゃんと閉めてあれしたからいいけど、いやまあまあちょっと涼しくていいからこの前にしとこうかとかだったらもう家の中全員というかね、そうよ、奥さんも子供も、恐ろしいですね、でも夜中だったんだね、夜中だったね、なんか報道とかニュースとかで俺らその当時聞いてたから、うん、なんとなく俺は勝手なイメージでお昼ぐらいにあったことなんだなってなんとなく勝手に思い込んじゃってたんだけど、朝方ですね、なるほどね、夜明け前というか夜明け前から朝方にかけて、うん、恐ろしい、続きまして、はい、お化けのホーリーからいただきました、ありがとうございます、お化けのホーリーってありましたね昔、あれ絵本のこと、アニメなの、アニメなんかわかんないけど、はい、ねえ、はい、お化けのホーリー、あの NHK であったあの、あ、そうなんだ、魔女様と3人の可愛いお化けの話、めちゃくちゃ詳しいですさすがやっぱり何ですかあの人、アニメとかそういうものに関してはすごいねもう取り憑かれたかのように喋ることができるんで、お化けのホーリー、お化けのホーリーがいただきました、うんうん、この話は10年ぐらい前なんです、はい、今の奥さんとまだ結婚する前です、はい、彼女の家に遊びに行ってた頃の話なんですけど、うん、その日彼女の家に泊まりまして朝そのまま仕事へ向かう、うん、そんな毎日朝の5時頃です、コンコン玄関叩かれました、うん、と辺り見ますとまだ明るくなりきっていない、薄暗い室内が目に入り一瞬何が起こったか分からず固まっていると、サイレン、うん、コン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 ノックなんですね、またたたくじゃないですか、で誰だと、で時計を確認したらまだ朝の5時、うんだよと、早すぎるだろうな、でもトントントンされるから確認しに行くじゃない、まあまあまあ、玄関に近づいていくためにちょっと怖くなるんですよ、うん、ではい、朝早くにすいません、
警察のものです。おっと警察多いっすね今日。恐る恐る玄関開けました、うん、そしたら警察官の方がいまして、今近所ですね散歩中の方からお宅の洗濯物をですね棒を使って盗もうとしている人がいると、通報がありまして、先ほどですね現行犯逮捕させていただきましたと。捕まったんかい。そうです、申し訳ないです、朝一番で申し訳ないですけども、洗濯物を確認していただいてもよろしいでしょうか。何の作業なんこれは。で彼女もね起きてベランダ確認したら、はい、一着のキャミソールがですね、落ちてて、で、こうね棒でつついたからなのか、この棒の跡ついてんすよ、でそれを警察官に見せるとですね、これは重要な証拠になりますので預からせていただきますと。ああそういう感じなんですね、はい、でキャミソールをねこうジップロックみたいなのに入れてね、はい、ねパトカー持って行ったんです、はい、で僕がですね今そこのパトカーにその犯人乗ってるんですかって聞いたら、うんうん、あそうなんです、まあでも合わせることはできないんですけどね。あらそうなんだ。であと1時間ほどしたら刑事がですね詳しく話聞きますので家にいていただいてよろしいですかと、はい、で僕らは職場にですね遅れますっていう事情説明して、うんうん、で検査待ってたんです。で小1時間したら県警の刑事が来ましてですね、うん、こんなの聞く必要あるっていうぐらい細かいこと聞かれまして、うん、でまあ調書取ってで帰っていったんですけど、翌日廊下のニュース見てました、うん、そしたら60歳ぐらいのおじいさんが朝の散歩中に下着を盗もうとして現行犯逮捕みたいな報道があったんですね。いやそうなんかい。でもこれねかなりの常習者らしくてですね、マジで今まで盗んだ下着は数百点、うわね、これだけ盗みましたっていうのを体育館みたいなところでこう広げられて、出たこの体育館みたいなところで、彼女と一緒にねそれ見ながら、あれ私のキャミソールどこっつって探しましたと。そういっぱいある中でね、当時の彼女のアパートは1階部分が駐車場で2階が住居、ただ駐車場の高さが低くて2階といってもちょっと足場があったらベランダ行けるんですね。でどっかで拾ってきた棒で必死で手を伸ばすジジイ、ね、気持ち悪いですがその間抜けな姿に笑ってしまいそうになるような事件でしたと。なるほど、以上ですね。健康のための散歩とかじゃないんですね、朝に散歩してるっていうのは。物色してるんですね。そうでしょ、だからもう朝だから人もまだ寝てるだろうから、うん、今だったらいけるべみたいなことでやってたんだろうけど、夜中取り込まないとダメですね。いやそうですね、だからもう外に出し、だからもうそれだったら部屋干しっていうことになっちゃうけどさ、まあでもお日様の元で干したいっていうことも担当いらっしゃるだろうし、でも夜中干しっぱなしってことは取り込み忘れとか、あ干しといてね、そのね、の可能性もありますから。だからそう考えてみると、僕はその途中の話であったほらキャミソール男あったじゃん、ああいうやつは買ってんの取ってんのどっちなんみたいな思わない？通販、あやっぱそうなのなんか通販じゃない、誰かのやつがいいとかいうこだわりはないのかな、通販がいいのかな。とりあえずあのキャミソール男に関しては、うん、誰かのをつけることに興奮を覚えるんじゃなくて、うん、つけて店に行くことが喜びなんで。さすがプロじゃないですか。すごい、いや今心理をよく分かってらっしゃったから一子相伝の奥じゃないですか。伝わってるんだこの奥義っていうのがかなと思いましたけど ね、 ね、だからこいつに関しては、うん、取るっていうね。なるほど、続きましてババアの煮浸しからいただきましたいいですね、なんか30年前、はい、小学校高学年の頃なんですけど、うんうん、当時私は、スポーツやってまして剣道、稽古をするのは小学校の体育館で、うん、徒歩10分ぐらいの距離を防具を自転車に積んで帰ってたんですね。で稽古終わりはもう夜8時半回るんです。で毎晩毎晩ねおばあちゃん迎えに来てくれたんですね。そうなんだ。ただ先にチャリで帰ってたんです、その、はい、で、はい、自宅まで残り 800m ぐらいの交差点で信号待ちをしていた時に、うん、40代ぐらいの自転車に乗った男性に、うん、こんばんは、この辺に病院ってあるかなって声をかけられた。なんか良くない気配ですねこれはね。で交差点から 100m 走ったらかかりつけのちっちゃい病院があったから、うん、私知ってるのここまっすぐ行ったとこありますよっつってね、うん、教えてあげたんですね、はいはい、ちょっとこの辺のことわからないからついてきてもらってもいいかな。なんでだよ、おかしいだろ、行けよ勝手に。ああのまっすぐ行ったら看板ありますからってね、うん、そうそうそう、ああわかんない、うんついてきて、うん、ダメだこいつも話なんだよ、勝手に行けよお前うんわかんない、うん、ガッツくな、うんうんうん、ついてきて、いやいや、うん、言ってください、わかんない、うん、
行く気ねえだろ、話を聞く気もねえだろ、そしてお前は。かつか。本当にこうやって腹立つわ。でね、うん、でも、ね、小学校高学年なら。いや、まあそうね。本当に怪我とかしたら、かわいそうでしょ。かわいそうだっていう気持ちでしょ。ね、だから、ついてあげようと思ったところに、うん、おばあちゃんが自転車でね、来たんですよ。おばあちゃん。どうしたのって聞いてきたんで、うんうん、事情を話して。うん。で、おばあちゃんがね、ここまっすぐ行った右手にちっちゃい病院があるけど、もう閉まってるよって言うとね、うん、あ、わかりました、ね、病院とは反対方向に自転車で行ったんですよ ね、あの時病院に連れて行ってあげてたら私はどうなってたんでしょうかと。なるほど、うん、でもこういった輩ってやっぱりその病院ってさ、うん、受診する科がいっぱいあるわけじゃん、はい、何で今患ってるとか、はい、もう病院どこっていう時点で間違いなく確かに変態というかね。確かにね、そうやわ。まるまる整形外科はどこか分かりますかとかって分かるもんね。そう、何その抽象的な広いレンジの取り方みたいな、ね、確かに。だって郵便局とかじゃないもんね。そうね、ポストとかだったらまだ、コンビニどこですかとかね、うん、そうだったらあれだけどさ、でも小学校高学年でもそれを怪しいとやっぱ思えない。うん、でそこにつけ込んでくるから良くないっていうところですね、こうね、やっぱね。確かに。うん、続きまして、はい、浅布さんからいただきました。浅布さん、10年ぐらい前なんですけども、はい、深夜にですね、家路を急いでいた私はですね、田舎の2車線道路を法定速度ギリギリの速さで車を走らせていました。うん、ある一角でですね、うん、私よりゆっくりめに走る車の横を通り過ぎた時です、うん、いきなりその車車線変更してきまして、え、気づいたら私の後ろにぴったり寄せてきた。お、で怖いから ね、車線変更をします。はい、うーん、なんでだよ、なんでくっついていくんだ。でそっから約10分ですよ、深夜のカーチェイス、謎じゃないですか。めちゃくちゃ怖かったですと。もう本当に、もう今では煽り運転と分かるんですが、当時そんなこともまだないですよ、はいはいはい、初めての経験だった私はパニックに陥りながらひたすらハンドルを回すことしかできませんでした、うん、である交差点で信号待ちとなって私は頭をフル回転、うん、他に車がいないのを確認して青信号になってもしばらく出発せずに、それにしびれを切らした後続車は私の前に回り込みました。なるほど、そのチャンスを見逃さずに細い住宅街へ右折、うん、でようやく振り切ることができましたと。うん、煽り運転ダメ絶対ということでクリアね。これ俺いつもね、なんかその、はい、まあ、運転をする人間じゃないから、はい、まあ思うことなんですけど、煽り運転をするやつは何なんですか、はい、何が楽しいんですか、なんかメリットがあるのあれは。はいはい、まず、うん、こち亀の本田巡査わかります。本田巡査わかります。あれです。あれなの。バイクに乗ると人格変わるじゃない、うん、はいはい、ありますね。あれです。ハンドル握るとみたいなことな。はい、そういうのあるんだ。はい、10割の中で、はいはい、本当に怖いやつ、怖い人、うん、やべえやつは2割ぐらいです、うん、なるほど、はい、で残り2割は、うん、これ P 入れてください、うん、です。なるほど、大事な言葉、はい、で6割は、うん、ハンドル握って生きてるだけです。そうだってみんな握ってるわけじゃん、ハンドルは。別に僕だけがハンドル握ってるぜすげえなわけじゃないじゃん、はいはい、自分の車が一国一城の主みたいなことなんですか。なんか戦闘機とか戦車に乗ってる気分、こう守られてるし、はい、でグレードが高い車に乗ってると、はい、俺の方がいい車乗ってるしって多分なってるんですよ。そういうことね、はい、だからね、結構いい車に乗ってる、うん、白髪のおじいとかいらっしゃいますね、うん、結構荒いっすよ。そうなんだ、はい、ぐんぐんぐん煽ってくるし。それね、例えばさっき、はい、今例えて出たけど、はい、戦車とかね、うん、戦車乗ったら人格変わるっていうのは僕はうなずくんですよ。だってこれから、はい、戦争行くんだもん、そりゃそうだろうとか、はい、B29 乗ったらとか、はい、軍用機乗ったら人格変わるっていうのは分かるけど、はい、普通の乗用車なわけでしょ、はい、そしてそれをうわってやって前で走ってる人をなんかうわい見たく、あのね、とかうわいはやんないんですよ。やんないの。この感覚って例えば走ってる自分を追い越されたとか、はい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 、例えばこう前に走ってるやつが急ブレーキしちゃって危なかったとか、ああなるほど、でも多少なんかの
被害妄想もあります。あでこれみたいになってるやつ。いや怖い、もう車廃止だ。もう廃止。もう本当に。いやそれねタクシーもありますからね。ああなるほど。めちゃくちゃ荒いやつ、ギリギリ走ってくるやつとか。でも本当に道路とかそういったもので、ね、僕はね運転をしないから怖いんですよ。でも東野くん免許取ったらしいよ。見ましたわ X で。これはちょっと、これはね東野くんが免許取ったらもうちょっと取らないとダメじゃない。だってその運転で小ヤッキーさんを乗せてって X 上げてましたよね。ラーメン食いに行けて幸せだったわって小ヤッキーさん言うてましたわ。わかった。はい、じゃあ俺もまず原付から行こうか。いやいや、だから車の免許取ったら原付取れんねん、乗れんねんって。車取らんでも2段階、2段階苦労しようかなと思って。車取れや。でも車、じゃあ取ったらじゃあ、うん、あの乗ってくれる。でまあ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 、俺が教えますよ、助手席で。うわ、難しそう。怖そうさせ。怖そうだな、鬼教官じゃないですか。助手席でちゃんとやります。いやすごい、もうなんかトラウマになりそうだもん、その教え方なんだ。あの教え方怖かったから運転できないってなっちゃいそうだもん、これは。だもう俺とクリとガンの3人体制で教えます。みんな免許持ってるんじゃない。そうそうそう。じゃあケンゴもそうだったら一緒にやろう。ケンゴ免許持ってないんですよ。そうだから、あ一緒にか。そうそう、あそうですね、取るんだったら、ね、取るんだったらね、面白いね。だったら車の免許取るの面白いね、うん、あそうですね。免許への道、オートマ限定でいいから、もうマニュアルなんて運転せえへんから。めちゃめちゃ難しいんでしょ、だってオートマっていうのは。オートマが簡単。オートマは簡単。マニュアルはこのあのクラッチっていうものがありまして、はいはいはい、半分だけクラッチをちょっと上げて、その時にアクセルを入れないといけないです。でテクニシャンじゃなくてできないじゃないですか。そんなこと。ずっとこの半クラっていうんですよ。出た、聞いたことある、半クラ。この半クラの状態でこうアクセルを押さないといけないんですよ、足で。クラッチなんていう言葉は軌道しか知らないんですよ、僕は。軌道クラッチね。軌道クラッチしか分かんないんだから。軌道サムしかね。いや、ほんとそうなんですよ。他にもあるやろ、クラッチ。いやいや、クラッチって言葉意外とないよ、考えてみたら。長田クラッチ。長田ロック。長田ロックか。そうだよ、クラッチっていう言葉は。あ、確かに。軌道しかないクラッチ。あ、キャンプ、そっか。キャンプクラッチカットで。軌道クラッチしかなかったことにしよう、これは。一人目は。はい、こちら KAME だ、亀さんでいいのかな。はい、いきますね。タイトルついてます、車の盗難というところですね、はい。15年ほど前、はい、私が高校生の時におじいちゃんが体験した話らしいんですけどね、はい。その時社長だった、おじいちゃんが会社に出勤しようと玄関出た、はい、で門を出たすぐの車庫に向かったところ、車がないじゃないかと。え、おかしいよと。もうそう、いきなりない。すぐに警察に連絡して被害届を出して、はい、まあ、話をいろいろ聞いたところ、はい、住んでる場所がですね、はい、あ、これは行っていいのかな、行っていいんだろうな、でも書いてあるから、はい、住んでる場所が愛知県名古屋市から富山県の日本海に行ける国道の近くにありまして、はい、坂道の途中にあるお家なんで、はい、車庫にシャッターがついてない、はあはあはあ、というかね、これ立地的につけれない。なるほど。お家だったからね、こう斜めだから。そうそう、なるほど。だからこのうちは狙われたんじゃないかってことを、あの警察から説明をされたと。でも今後どうしたらいいんですか、はい。まあ、対策としては、はい、まあ、1はやっぱり1つ目、やっぱりなんとかしてシャッターをつける。いや、つけれるもんなの、それ。つけれないからこうなってたんじゃないかと思うんですけど。で2つ目が、はい、ハンドルはタイヤロックをつけるっていうことが、まあまあその防犯対策になると。で皆さんも1万円くらいで車1台守りなすので、防犯はちゃんとやりましょうというところでコメントもいただいていたんですけど、はい、でこれ後日談として、はい、盗難があった1ヶ月後ぐらいに、はい、ある日警察から電話がありまして、うん、犯人が捕まったんですよと。よかったですね。いやでもねと、うん、車はすでにバラバラにされて海外に出されているので、残念ながら車の方は帰ってこないんです、犯人だけ捕まりましたと。でさらに警察の方から言われたのが、はい、犯人に会えますがどうしますかってね、はい、犯人側は仕返しが怖いので会いたくないと、はい、そっち側の意見言う。いやおかしい話だな。いやだから犯人はね、はい、会いたくないって言われてるけど、はい、被害者の方が会いたいのであれば、はい、お会いすることは可能なんですが、どうしますかってことを言われたと、はい。でまあもう新しい車も買い忘れてたのに会いたくないから、はい、もういいですってことを断ったそうなんですけど、うん、ね、まあ、その話を聞いた私は、仕返しが怖いならまず盗みをするなと、そう思って世の中にはどうしようもない人もいるんだなって感じたことを今でも覚えておりますというところですね。いや、まず会えるんですね。
会えるんですね。だからまあまあ憎い人もいるじゃないですか。まあそうですね、まあ、でも殴れたりはしないわけじゃないですか。だからね、そうだよね、はい、一発殴っていいとかなんかあればでも多分、はい、ごめんなさいとか、食材の気持ちの言葉みたいのが一言出てくれれば、自分の心の落としどころを見つけて許す人もいるかもしれないけど、でもそういうことする人とまたなんかちょっと面識持つのも怖いじゃないですか。怖いですね、確かにね。でなんか変な逆恨みをしてくる可能性もあるし、はい、でそしてこれ多分車っていうのはもう元々が車をそういうふうになんかパーツごとに分けて何かを海外に流す、ね、まあ、そうですね、海外に流す専門組織のまあ末端でしか多分ないんでしょうから、はい、でも社長だとおじいちゃんがやっぱこういうのね、社長だとお家とかすごい狙われちゃうというところもあるけど、でもさっきねあの築地の話で、はい、まあ、車でね、はい、いろいろ土曜日になると来るとかあったけど、まあ、そうですね、これに似た話で言うと結構、うん、そのまあ築地ではなじみなんですけど、ターレットっていう車があるんですけど、ご存知ですか？ターレット、はい、こういうでっかい、うん、ハンドルと、うん、こうエンジンが前にあって、後ろはこう荷台だけで、こういうやつです、はいはい、こうドルン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 ってなんか荷物とかいっぱい運ぶやつでしょ、はい、だいたいあれって、うん、たまになくなったりするんですけど、ターレットが、はい、だいたい隣の店のやつが勝手に借りてってるっていう、ああもう鍵も差しっぱなしなんで、うん、ちょっと借りてくねみたいな感じでもう勝手に使って、あれねーやっていう、まあどうせ誰か借りてんだろうっていう、はい、レンタサイクル的ないや、まあ一応その名前も書いてあるんですけど、まあ知り合いだからちょっと借りとくねって、あれ借りたよみたいな、はい、今ねちょっと、バイデンが映像出してくれて、 あ、はい、あれがターレットなんですね。そうですね、はい、あ、なるほど。あれだいぶ古いやつです。あれガソリンで動く、今は全部電気になっているんで。そうなんですね、さすが詳しいですね、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、はい、ブルーシュガーさんですね、こちらはね、タイトルが何でしょう、これは醤油差しというタイトルがついてますね、うん、はい、つい最近起こった主人の親戚のこの旦那さんの話になりますと、うん、東北に住んでる主人のいとこの再婚相手が、はい、籍を入れて2日で、警察に逮捕されちゃったと。え、なんだと、はい、逮捕の理由、はい、わあこれさ、醤油差しに自分の、いわゆる液を入れて、は、見ず知らずの女性に引っ掛けたっていう容疑であると。でこれ余罪もあって、はい、盗撮も結婚前にしていた事実が判明しました、これ奥さんたまんねえな、籍入れて2日で逮捕されてしまったことに、いとこの子は自分にはまだ幼い娘もいるので、今後出所してきた旦那とまた結婚生活を続けた方がいいのかどうかと悩んでご主人に相談していたと、はい、で、まあ、ブルーシュガーさん自身はね、私は余罪もあるし、うん、今回は醤油差しにね、そういう液を入れて、はい、見ず知らずの女性に引っ掛けたことで絶対に離婚すべきだと話した、はい、うんうん、ましてや連れ子の自分の娘もいたらなおさら、もし今後ね、うん、娘に何かあったらってことを想像したら、とてもじゃないけど一緒に生活することはできないと思ってはいますが、とりあえず出所しても行き場がなく、うん、今は仕方なく一緒に生活している様子ですと、いとこも私たち夫婦もそもそもどうやって醤油差しにそういう液を入れたのかっていう疑問、はい、そしてなぜ醤油差しをチョイスしたのかという疑問が未だに拭えていません。当事者のいとこ、恥ずかしすぎて周りにはとても言えないと言っていました。ちなみに醤油差しは普通のお弁当に入っている、あ、魚の形をした醤油差し、あれか、俺違うと思ってたよ。いや俺も普通にこのボトルのやつで、うん、お家、まあ、家庭で使うような、なんかね、俺の想像したなんか瓶の、なんかこういうので入れるやつあったけど、あれじゃないんですね。こう魚の形でキャップ取って、はいはい、そうだよ。え、でもそんなに量入らないよね。そうですね。はい、これは、まあ魚が出てきましたけど、はい、築地いう、はい、そうですね。うん、まあまあとりあえず白子っていうのが、いやまあそういうそうだよね。はい、白子はね、はい、ありますが、はい、いやーでも。なんて言うんですかね、まず、はい、何が楽しいのっていうのが、うん、まあ前提としてあるんですけど、はいはいはい、
それをして、何が満たされるんだろうっていう。だから、でもちょっと気になったのは、その、まあ、分からないようにやったのかな。例えば誰かが、見ず知らずの女性が前を、歩いていて、夜道とかでその人に気づかれないように醤油差しのこのビュッてやったのか。そうだよ、まあでも気づかれずにやったんだろうな、まあうね、もういやもうマーキングなのか何なのか。いやまあいやこれ本当極論の話になるけど、はいはい、別に何ていうの、直接と醤油差しを返すのって、あんま変わんないじゃん。あんま変わんないっていうか良くないことなんだけど、なんで醤油差しだったんだろうってやっぱ思うよね。はい、だから確かに。で何かいや何やったんですかあなたって言って、いや醤油差しを醤油をかけましたとかそんな理由通るわけないじゃんこんなもんっていうのは。はい、あ今ねちょっとまたバイデンが。はい、いやいやわかる。いやこれはわかるから。これは検索してしなくても。俺もすぐね思い。だからこれはでもね、あの疑問ではちょっとあるのはご自身もおっしゃってますが、はい、どうやって入れたんだと。なるほど。あの口がすごい狭いですからね。まあそうですね。まああれこうピュッて全部空気出して、はい、あのペコってして、ああスポイトみたいな要領で、はい、吸っちゃうっていう。なるほど。うん、え？ああでっかいのもあるんだ。わあ驚異の500ミリリットルって書いてるじゃないですか。それではねえだろう。いやいやいや、そんなイレギュラーなやつ筒持ってないもん。いやちょっと待って、まずその500ミリリットル入るあの容器って何使うんだよ。いや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 、普通の醤油のボトルのやつが使いいいじゃん、それだったら。そんなわざわざあれで、いやあれはおもろいよ、形としては面白いんですけどね。まあ、いやまあちょっと離婚というかね、あ、まあそうですね、あの確かに本当今後の生活考えるとね、はい、あの気持ちを入れ替えるのかもしれないけど、絶対引っかかるもん今後人生を送っていく中 で、ね、はい、なんかその人がすごくいい行いとかをしてさ、家族サービスがいい時があったとしてもふと、はい、あでもこの人って醤油差しにあれ入れてやった人なんだよなって、ね、絶対引っ張るから、はいはい、いや絶対 俺は忘れないです、うん、俺も忘れない、あいつが醤油差しだっていうこと俺は忘れない、いやもうあいつが醤油差しだってないんでよくわかんないから。では続きまして、はい、ママベアさんの、はい、投稿いただいた事件、タイトルがですね、イギリス人、これは義なんて読むんだろう、これ義士か、義理の姉って書くね、はい、イギリス人義士家族が遭遇した恐怖というところです。すごいな、これ場所がねイギリスって書いてありますよ。先日はオーストラリア1年目の個人的な恐怖体験を紹介していただきありがとうございます。いえ投稿いただきました、こちらこそ。嬉しくなって海外の恐怖体験ないかと周囲の人に聞き回っていた、はいはい、でこれがイギリス人の義理のお姉さん家族が体験した恐怖であると、はい、イギリスにはですね、はい、こうジプシーと呼ばれる存在、はいはい、これ自らの意思で居住住居を持たずその日暮らしをすると書いてありますね。マーニャチョミネアス、いやドラゴンクエスト4の第4章モンバーバルの姉妹マーニャとミネア、僕はどっちかというとマーニャがいい。あやっぱあの過激ですからね。少年心にあの格好はちょっと、いや、わかるわ、はい、俺もうねあれで、うん、わかるわあれでっていやいいんですよ、はいはい、そんなことは。そんな、はい、ジプシーの方たちこれね、はい、パイカーと呼ばれてる集団がいるそうなんですよ。で彼らはいわゆる無法者で暴れ者だと、はい、で気に食わないことがあれば法に触れることも厭わない、ジャイアン集団だと、はい、でこれ数十年前の話ですと、はい、でこの義理のお姉さん家族が所有していた農場の近くに、うん、このパイカーの集団が移住してきたらしくですね、彼らとトラブルを起こさないように日々気をつけていたと、はい、だけど彼らの飼い犬がですね農場の動物たちを噛み殺すという事件が相次いで、うわちょっと勘弁してくれと、はい、抗議にも言ったそうなんですけど、うん、その犬が行為をもうなんていうの噛み殺すっていうそういう蛮行をやめることがなかったから、うん、まあ、仕方なくですよ、はい、その犬っていうのをパンって射殺したそうなんです、はいはい、でそれ以来彼らの復讐が始まったと、この農場の納屋がね誰かによって燃やされてしまった。で犯人はもう誰か分かりきっていましたし、まあ、これでおあいこならってことで納屋を建て直した翌日、はい、また納屋が燃やされたんですよ。建て直しては燃やされ建て直しては燃やされってことを繰り返して、はい、最終的に納屋をもう諦めたところ今度は母屋の方でぼやがあったんですね。また
納屋がねもう亡くなったと思ったら今度はもうメインの方に火つけてきたと、精神的にも金銭的にも疲弊をして農場自体を諦めて引っ越しをしたそうです。それからずっとパイカーには手を出すなと教訓にしているそうです。失うものがない人は怖いですね。まあやるせないっていうか、いやまあそれを取り締まるで、そうですね、はい、その移住してきたりとかその決まったところにいない人たちってまたそこの方で裁けるかどうかっていうのも怪しいじゃないですか。日本でもやっぱりそういう人たちってちょっと裁けなかったり、まあギリ強制退去できるかどうかっていうぐらいなんで、非常に難しいですよね、はい、だから日本の国内で起こった外国人の犯罪とかが本当にすごく難しいなといつも思うんですよね、はい、なんかでも本来であったら国とか国境みたいなものがなければ、はい、もう統一の法律みたいなものがね、うん、もうちゃんと制定してあれば、はい、何々をしたから、あなたはこういう罪ですとかなるけど、はい、なんか戻ってしまったら罪問われないとかさ、なんかこの辺のなんか逃げたもん勝ちとか、はい、そういったところってなんかこう気持ちとしてね、被害者の方とかももうどうしていいんだろうと、でこの家族の場合っていうのも自分のお家の近くにやってきたわけじゃないですか、はい、急にそういったならず者集団みたいなものが、ね、だけどなんかねこういったことっていうのをでも法で裁けないのかな、無法者って言っちゃってるからあれなんだよね、やっぱ、まあ、まあカメラで撮ってやっぱそういうのを証拠残してやんないといけないですか ね、だから本当被害に遭う人っていうのはずっと被害に遭い過ぎてしまう、かわいそうだなって本当に思ってしまいます。続きまして、はい、こちらキーファさんからいただいておりました。ありがとうございますドラクエは俺思い出したんだけどキーファ、あー確かにもう、うん、ドラクエ7 の、はい、あの種泥棒って呼ばれてますからね、うん、種いっぱい使ったのに途中でどっか行っちゃったみたいな、あの女好きになっちゃってここ守るんだとか言ってユバル残っちゃうんだからあいつはもう良くないですけどこれね、はい、キーファさん、はい、その夜ですよ、友達の家でゲーム大会していまして、はい、飲み物なくなっちゃったからコンビニで飲み物を購入してね、お友達の家に向かっていたら、はい、私が歩いていく方向からフードをかぶって大きめのリュックを背負って自転車で走り去っていく人がいたそうなんですよ、はい、でその人が通り過ぎた時になんか心臓がギュッとする感覚があったそうなんです、はい、あれと思って気分悪くなったんで友達の家に着いて飲み物を渡してその日はもう帰ったそうなんですね、はい、急遽そして留置場に勤めているおばさんから電話が来たそうなんです、はい、でその昨日のことっていうのはそのおばさんから聞かされた、はい、何おばさんって言ったら、はい、次の日に事件が全国的に放送されたと。え？で、ああなるほど、事件名は住んでいる場所が分かるので私たち七不思議だけのお教えしますっていうところなんですけど、はい、この事件があったと。おでその時に私は急に嘔吐しました、吐いてしまった、後日談ですと、留置場に勤めてるおばから聞きましたと、はい、犯人は、留置場でね、僕は有名人になったって言ったり、犯人の彼女はゴスロリの服を着て犯人に差し入れを持ってきましたが警察が差し入れを渡さなかったと言った、そんなエピソードのようなものがあったそうですっていうところですね。だからこれ多分、はい、フードをかぶってっていうこの謎の人物っていうのが犯人っていうことなのかな、ですかね、多分そうですよね、はい、でこのその人が通り過ぎた時に心臓がギュッとする感覚があったっていうのは、うん、まあ何か何だろう、犯罪というか、はい、なんか人の命を殺めた直後の人間って何かその人のね気をまとってるっていうのは聞いたことがあるんですよ。だからなんか亡くなった人の無念の思いみたいなのがその犯人にくっついているのに、キーファーさんが、まあ、多分霊感があるのかな、それの無念の念みたいなものをちょっと受け取って、うん、あ、なんだろうこのやるせない思い見たくなって、まあおばさんから連絡来たのは偶然だと思いますけれども、うん、多分あれがあの犯人だったんでしょうというところでございますが、あここもバイデンさんが、ああこれ、はい、犯人、そうですね、あれはなんか有、まあ、有名というか見たことありますね。なるほどね、まあ、だからこれはねちょっと皆さんには事件名というのをお伝えすることはできないんですけれども、はい、実はというか多分犯人が犯行を犯した直後の
まあでも一歩間違うと危なかったですよね。いや本当そうですよね。ここでなんかね、本当こういう時に思うけど、この犯人っていうのが例えば自転車乗ってたとしてさ、はい、なんか自転車とちょっと、まあ、接触かなんかしちゃったとしたら、はい、まあ、犯罪を犯した直後だから、なんかすごくなんか変な感情になってるだろうから、はいはい、なんか刺してきたりとかそういうことがありえないこともないもんね。もうちょっと人としての枠を一個飛び越えちゃってるんで。あ、そうですね、まあ、確かにね。まあ、うわ、怖いですね。だなんかね、俺も犯罪を、はい、こういう何かの本で読んだ表現なんですけど、うん、犯人と接見したりとか、はいはい、犯罪を犯した直後の人間とかに、はい、まあ、事情聴取とかでいろいろ聞いたりするその刑事さんみたいのが、はい、結構共通して言うことがあって、はい、やっぱ目が違うと、そういう犯罪を犯す人物で、その 目の中にね、鬼が見えるっていう表現をされた方がいたそうなんですよ、はい、何か犯罪をもうやった、連続殺人を犯したとか、うん、そういった大きい人を殺めるようなした人のね、目の中にね、鬼が見えるんだって。でそれはその人独特の感覚というか、はい、なんか他の人が多分見ても普通の目なんだけど、はあはあ、そういうことをやった人には鬼が見えるって表現されてた方がいて、ああ、なんかやっぱそういうのって、うん、狂気じみたものっていうのは分かる人には分かっちゃうのかなと、ね、もうその人がいくら潔白を、その弁護士の人に言おうがやっぱり、うん、目の中に、はい、そうそういった部分っていうのはね、本当読み取られてしまうこともあるっていうところです。恐ろしい話でしたね。続いて、はい、化け猫さんですね。化け猫さんも何回か読んだ思いは歩きますよね。いっぱいいますもんね。そうですよね。まあまあ考えてみたらね、前の化け猫と一緒なのかどうかも分かんないですからね。分かんないですよ。タイトルは終電間際の電車内でというところです。これはね、あの化け猫さんが東京に出てきて間もない頃です、はい、当時私は居酒屋で勤務していた。で閉店後です、はい、片付けや掃除、いろいろやっていて毎日終電近くの帰宅になっていたと、はい、そんなある日の電車内です。連日の疲れでうとうとしていた時、当時ねロングのフレアスカートを、まあ、履いていたそうなんですけど、結構ねその車内人がいたそうなんですけど、はい、突然スカートの中に違和感を感じたと。なんだと、はって目を覚ましたらスカートの中に人の頭が入っとると。急いでわって避けたら、そこには汚い中年男の顔があったと。でなんかこの体勢にんまりして私をこう見ていたと。キャーって悲鳴上げて隣の車両に逃げ込みました。でもその後冷静になって思えば、なぜあの時周りの乗客の人たちが声をかけてくれなかったのか、私が逃げる間も目をそらされて、やっぱり関わりたくない気持ちなんだなと思い知らされた出来事でしたと。あの変態親父には今でも胸くそですというところですね。はい、はい、フレアスカートって何ですか。フレアスカートが分からないのかね。はい、はい、僕分かりません、教えてください。バイデンフレアスカートどうしゃえ、でもあれでしょ、フレアスカートっていうのはあれですよ、はい、この部分がヒラヒラしてるやつでしょ。ね、だいたいヒラヒラしてないですか。そうなんですよ、はい、いや僕はね多分絵を見たら分かります、フレアスカートっていうのは。あ、それあでもなロング、あ長い、そう俺も長いイメージがあった。はい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 、あん中に頭つそうだから結構なんていうのかな、なんていうの、なんとか入りやすい、ミニじゃないから、ミニじゃない、ピッチリじゃないから、面積が多いから、まあ、もう隠れやすいと、はい、入りやすいっていうことで入ったんで、これはすごいですね。でもいや人いっぱいいたんでしょ。いやよくやるな。そうだよね。いやまあ人があんまりいなかったらなんか、はいはい、人がいなかったらオッケーというわけじゃないですけど。いやオッケーじゃないよ。でもその人が人の目を盗んでこういうことやるわけじゃない。はい、そうですよね。でもあ行ったれみたいな、うん、頭おかしいんでしょうね。いやそうですよね。なんか、うん、のれんみたいな感じでこうくぐって入って、なんかここはなんか金ちゃんの仮装大賞みたいな感じになってるわけじゃないですか。やってるじゃないんだよ。やってないんだから。寝てるんだから、そんないっぱい引っ掛けようとした感じで入ってきやがって、親父みたいな、おかみいるみたいな。ダメですよ、はい、こういうのは。いやもう、そうですね。ちょっとしたなんか、はい、心霊現象みたいな、こうそこを開けると親父の顔がいやそうだよね。だからちょっとこういうのはね本当に嫌なお気持ちになってしまうと思うのでね、はい、よくない千変態は本当に。では続いて、サソリ座の女さん、ありがとうございます。タイトル、
こっくりさん。なんでしょう、こっくりさん。お母さんから聞いた話を思い出したんで投稿してくださいました。はい、で、あ、これね、あの、送る先ね、投稿会談とちょっと迷ったそうなんですけど、はい、まあ、個人的には心霊的な話ではないなと思ったんで投稿事件簿にしましたというところです。はい、これお母さんがね、小学生だった頃のことであると。はい、夕方学校から帰る途中、近所の家の前に人だかりができていて大人たちが騒いでいたと。なんだろうと思ってみんなの視線の先を追っていくと、はい、そのお家に住んでる女子中学生が、はい、獣のように四つん這いになり、猫が怒って威嚇するような姿勢でね、うなり声を上げていたのが目に飛び込んできた。もう驚いて目を離せずにいたら、はい、まあ、お姉さんは、お姉さんね、なだめようとするご家族に噛みつこうとしたり、お、引っかこうとしたり、あとね、四つん這いのまま家の奥にダダダダダって勢いよく入っていっちゃったんですよ。で、お母さんが今の何だったんだろうってあっけに取られていたら、はい、そばにいた男子中学生が近づいちゃいけないよ、あの子は今日学校でこっくりさんしたんだ、したらね、どんどん様子がおかしくなっていったんだって、もう顔を青ざめながら説明してくれたと。で、お姉さんは夜も騒いでいたようで、お母さんのね、自宅の前でもなだめようとする大きい声とギャーギャーっていう獣の叫び声のようなお姉さんの声が聞こえていたと言っていました。私的にはおそらくそのお姉さんは感受性が豊かで恐怖と雰囲気に飲まれてしまい、一時的に錯乱状態になってしまったんじゃないかと思うんですが、母はその光景がトラウマらしく、こっくりさんは絶対にしてはいけないと私に言い聞かせておりました。なるほど、あの獣つきみたいな、はいはい、これはね、確かにこの狐、タヌキムジナでね、はい、こっくりという字を書くなんか低級霊みたいなのがやってくるってことは聞きますけれども、はい、かといってもね、なんかその恐怖とか雰囲気に飲まれてしまって一時的な錯乱状態とはいえ、そんな風な様子になるかねってやっぱり思うわけですよね。で、あの、その現場にいたあの全部説明してくれる中学男子、すごい説明口調でしたね。これは RPG の村人に欠かせない。そうですよね、何かが起こってる近くにそのいて話すっ て, ってやると、ね、近づいちゃいけないよ、あの子は今日学校でコックリさんをしたんだ、したらどんどん様子がおかしくなっていった。こういうのは大切なキャラクターですから、ストーリーテラーが、ストーリーテラー、もうだからそういうこと言ったらもうドラクエなんて、はい、もう絶対こういうこと言うでしょっていうやついるんですよ。はい、どのドラクエかは個人のあれでいいんですけど、はい、なんかね、城が若い兵士募集みたいなことをやってる城の、あの麓のところには立て看板があって、立て看板に兵士募集って書いてあって、その近くに老人がいて、うん、わしがもっと若ければなっていうやつ絶対いるんでしょ、これ確実に。これバトランド、ドラゴンクエスト4のイメージでしたけど、僕は王宮の戦士たちのね、あのね、ライアーのショーですけど、あとカジノの中では、はい、あ、今日の稼ぎが全部パーですって言ってるやつは絶対にいるんですよ、あれは本当に。皆さんもね、それイメージしてほしいんですけども、確かに、まあ、そういう人は絶対必要ですからね、必要ですからね、はい、でもね、本当ね、こっくりさんが僕は怖いなと思うのは、はい、個人的にやっぱ投稿会談とかいろいろ僕も向かってる中でね、はい、こっくりさんにまつわるお話っていうのは結構あって、はい、あのね、小学生がこっくりさんやってた、はい、でも学校の校舎内でやると先生の怒られる、はい、やっちゃダメって言われてるから、はい、じゃあどこだったらできるかなと思って体育館の裏でちょっとやろうっていうことになったと。で、放課後ですよ。で、放課後体育館の裏でね、はい、まあ、先生もあんまり来ない場所だから、はい、花壇がいくつかあって、その花壇に座って、はい、なんかみんなで紙広げて、なんかちょっとあんま安定しないけど、50円玉古墳やってた。で、わーっていろいろやってた時に、はい、もうある程度やったから、今日はこっくりさんやめようと思ったんで、はい、じゃあこっくりさん、こっくりさんお帰りください、はい、って言ったら、いいえ、おいいえ、はい、あ、帰んない、やべえ、どうしようってなって、はい、いいえいいえって言っちゃうから、3人ぐらいでやってた男の子のうちの1人が、はい、これもう怖いよって言って、この10円玉を取って、はい、えいって投げちゃったんだって。あー、いけない。で、ちょっといくつか座ってる花壇の、はい、3つか4つ置くぐらいの花壇の方のえって投げた、はい、えって投げたら、投げてそれがそこの花壇に落ちたと同時に、そこの花壇に車が突っ込んできたんですよ、はい、バーンってなって、はあ、何ってなったら、はあ、
その車っていうのはあのね、校長先生か教頭先生がこう帰ろうと思って運転していた車っていうのがその花壇にぶつかっちゃったようなんですよ、はい、で後々その先生にお話を聞いてみたら、はい、もう普通に運転してた、はい、普通に運転してたら急にハンドルが取られたようになってこんなところにぶつかってしまった。だからもう自分の中で訳が分かんないんだって言って、そう考えてみるとやっぱ自分たちがね、そのこっくりさんというか、そのなんか今遊びに使っていた例みたいのを話したところに、実際そういうことが起こったからめっちゃびっくりしたっていう話がありましたし、まだあるんですよ他にもね。僕印象に残ってたこっくりさんのお話っていうのが、その時もね、それは高校生かな、高校生3人ぐらいで学校の教室に放課後残ってこっくりさんをやろうと。でその3人の中でこっくりさんっていうのは今までやったことがなくて、なるほど、でもみんながやってて本当になんか、霊みたいなのが出てくるからやってみようっていうことになった、はいはい、でやったんだけど動かなかったんだって、別に10円玉が、はい、だからあなんだって言って、あの大したもんじゃねえやって、はい、もうやめようって言って、はい、もうやめたと。でやめてさあもう普通に帰ろうってなったら、ガラガラガラって教室のドアがあって、はい、先生が入ってきたんですよ。おで放課後の見回りだったんですよ。なるほど。でお前何やってんだって、はい、でもそうあるわけですよ、紙と、はい、いやダメだって言ってたろ、そんなくだらないことをやるなって、まあ、さっさと帰れって言ったら、はい、帰れって言ったらその3人のうちの1人っていうのがバタンって言って急に後ろに倒れちゃったんです。ってなって どうしたんだってなって、その1人倒れた男のところにみんなで慌てて駆け寄って、はい、大丈夫か大丈夫かってなってしばらく揺すってたら、はぁって言ってなんか目が覚めたらしいんだけど、はい、そのこっくりさんをやってる時の記憶っていうのがないんだって。で多分こうなんじゃないかって先生とかと一緒に話し合ったのは、はい、いつの間にかこっくりさんと呼ばれるようなものがその子の中に入っていて、先生が帰れって言ったでしょ。あはいはい、お帰りください。そうがその中に入ってるやつからしたら、ああ帰るかってなってふって抜けたからバタンって倒れたんじゃないかっていうことなんです。おおすごい。だからこのお話ってね、俺の中ではそのこっくりさんって分かりやすく動いたりしなくても、はい、いつの間にか入り込まれちゃってることってあるかもよみたいな感じのお話として印象に残ってるんですよね、はい、ということで投稿事件も以上ですが、はい、ね、まだいろんな事件ありましたら皆さん投稿訪問の方からぜひ投稿の方よろしくお願いします。全然 ね、あのすごい事件とかじゃなくても、はい、あの皆さんの周りで起こった出来事をぜひお願いしますということですが、はい、今日はバイデンが近くにいて、はい、やってくれてましたけど、はい、バイデンこのなんかフレアスカートの変態とかはこれ女性的にはどうでしょう、許されざる行為だね。やっぱり気がつかない人は気がつかなそうですよ。結構ずっといた可能性もあるじゃないですか。ああ、そっか。寝てたし。そうだよね。なんかしてたら、スマホに夢中になっている子とか、うんうん、知らないうちにやられたりとかしてると思うし、あとイヤホンもしてる。あ、イヤホンはそうだよね。いや、イヤホンだったら気づこうよ。ここがモコ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 ってなってんだから。まあそうだな。音聞いててだから、確かにそうだよな。まあ意識集中しちゃうとそんなとこにいるわけないって思ってるもんね。もう普通の常識の範疇で考えて、だまあまあ大変なね、女性にしては女性としてはちょっと住みづらい世の中になってるかもしれないですけどね、うん、っていうところですよね。もう本当にカメラとかそういうのがずっと上から照らされてるような時代になればいいんですけどね。まあね、本当で、でも昔よりだいぶなってきたよね。まあそうですね。その街中であったりとか、はい、そういう犯罪抑止みたいなのがきっとあると思うんで、はい、電車の中も多分あるんだろうけど、あるのかな。もっと堂々とあっていいような気もするんだよね。あ、でも逆に電車の中って見たことないですね。ないのかな。なんかそういうあの犯罪カメラみたいなのあんまり見たことないから逆。あれは何か理由があって多分つけてないの、つけてないというか目立つところにはもしかしてあんのかもしれないけど、はい、目立つところにはないのかもしれないけど、逆に本当にガンガン目立つような、はい、めっちゃ撮ってるぜっていうのを、うん、あった方がいいと思うんだよね。そうですよね、うん、ホームにはなんか今は結構あるじゃないですか。そうだね、電車の中はなんか中っていうところになってくると、はい、いろいろなんか めんどくさい問題があるのかもしれないね。まずはですね、シロさんからいただきました。はい、先日ですね、うん、お母さんから急に電話がかかってきて、うん、ねえ、新聞にね、教え子の女の子にわいせつしたっていう記事に載ってるけどさ、うん、あれ、〇〇先生だってよって連絡があったんです。知り合い？調べた。
そしたらね、小学生の教え子にわいせつな声をしたとして起訴されたんですけども、うん、でも調べてそのニュース見た時にそんなびっくりしなかったんですって、うん、ほう、一つだけ驚いたのは、うん、年老いてまでね、こんなことしとるんかいっていう、そういうことか、なるほど、その理由、うん、25年前ですね、はい、私も同じことされてました。ああ、そうなんだ。それは私が小学校6年生の時です。その男性教師担任になったんです、はい、本当に田舎の学校で6年生は20人ぐらい、うん、その先生とはいろいろあったんですけども、一番衝撃だったのは、うん、修学旅行で泊まりの際にですね、うん、夜中私たち女子の寝ている部屋にですね、うん、汗チェックとして、暗闇でも撮れるカメラ、うん、で私たちを撮りながら布団の中に手入れて汗チェックするんです。いや、これはやばいですね。汗チェックというワードもやばいですね。私はハーフパンツから下着の中に手を入れられて、あら、で横に寝ていた友達は胸を触られた。うわ、みんな起きてたけど恐怖で声も出せませんでした。うん、全員が親に言うこともできませんでした。はいはいはい。後々クラスメートに聞いたんですが、触られた後みんなで手をつないで恐怖を和らげていたようですが、そうですよ、みんな総じて、うん、その時の記憶、ね、触られた時の、そのこう来た時は分かるけど、触られた時の、もうその時の恐怖から記憶がすっぽり抜けてるんです。うん、まあトラウマだからもうあれね。ね、うん、で小学校6年生ぐらいだったら、まあ、相談することできたんじゃないかと思われる方もいるかもしれないですけども、うん、まだね。12歳、無理でしょう。うん、ですね。で今のように自分の手元に気軽に調べられるものがない時代。恐怖さえありましたが、自分らが何をされているのかもよく分かりませんでした。うんうん、でそうこうしているうちに卒業。あの時私たちが何か行動を起こせていたら、今被害に遭われた子たちはもしかしたら助かっていたのかもと考えると後悔して辛い気持ちになりますと。なるほどね。そんなお話ですね。こういうことっていうのはね、やっぱほんと昭和の時代の方が、昭和っていうかね、その25年ぐらいまでだと、うんうんうん、25年前だと99年とか、うん、20年、2000年に変わるぐらいの頃っていうのはやっぱ本当多かったんですよね。まあ、そうね。いやだからもうスマホがない時代、はい、うん、と言うべきか、証拠も残しづらい、うん、そうね、だから SNS が発達してない時代、そうだよね、うん、そうなんです。ちょっと最近だったら一発出てきたらもうすぐアウトだからね。あ、もうアウトでしょう。だってね、もうね、スマホでちょっと撮ってね。そうだね、はい。汗チェックやばいって。汗チェック。なんだよそれ、気持ち悪いチェックだな本当に。汗チェックですよ。でもこれ汗チェックで、汗チェックっていうワードが来たから、なんかちょっと、あ、変態の、ね、憑依するかなと思った。でも描写がね。そう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 。ええってやっぱ言ってもらわないとね、これはね。やっぱりね、ふさわしくなかった、これは。汗チェックは。汗チェックはね、ノブがやるにはふさわしくなかった、こんな。続きまして、はい、最近母になりました、参加いただきました。おめでとうございます。私が中1の時ですと、うん、家庭訪問があったんですけども、ほう、その時間帯、家庭訪問の時間帯の時は、うん、学校が指定した数箇所があるんですけども、うん、その家庭訪問してる間のこの時間に、うん、特定の場所に集められて、うん、スケッチをしてくださいっていう時間なんです、ね、何ですかその謎の時間は。私は親友と近所のお寺を選びました。あーはーはーはー。田舎ですんでこじんまりとしたらお寺、境内の中は生徒の声でにぎわっていた、うんうん、で親友と並んで、こうね、いろいろ書いてたんですけども、ちょっとトイレ行きたくなったからトイレ行きましたよね、うんうん、で、本堂の脇から裏手に進んでトイレがあるんですけども、うん、公園の公衆トイレのような見た目している、はい、で寺とかにありそうなトイレですよね、うんうんうん、はい、で、女子トイレは入り口正面に低めの手洗い場と上に窓があって、その左に個室が1個、うん、で用を済ませて腰をかがめ手を洗いですね、姿勢を戻してみると視線を感じました、うん、でこれは出てくるんじゃないかもしれません。だから目あったんですって。お、窓からトイレ内を覗いてた1学年上の男の先輩。うわ、そういうのか。ちょっと変わり者だったんですって、この先輩、はい、でちょっと刺激したらまずいなと思って、うん、でまあ、無視してね、うん、まあまあ帰ったんですけども、はいはいはい、中2でですね、うん、寺のトイレ覗くって多分ね、その後やばい大人になってるでしょうみたいな、ね、まあそうだね。でもう一個あるんですけども、はい、20歳の頃なんですが、バスガイドの仲のいい後輩と2人で旅行してたんです、うん、
でたまたまあーゲーセンあったんでプリクラ撮ろうよみたいな、うん、でプリクラ撮ったんですけども、その時平日の昼頃なんです。お客さんほぼいなくてですね、プリクラコーナー2人だけで、まあまあプリクラ撮りまして、落書きコーナーあるじゃないですか。あるね。ね、で左の落書きコーナーへ移動してねで移動するんですよ、はいはい、左の落書きコーナーへ移動してね、うん、新しい新キャラ出てきた。変態ではなくそこで本領発揮しだしたプリクラのあのメッセージみたいな、 ね、荷物持って外出るじゃないですか、はいはいはい、だから男性が走ってくるんですって。で、なんか何かなみたいな感じだったんですけども、うん、よく思い出してみると、うん、でっけえレンズのついたカメラ持って走ってたんですって。レンズのカメラ、うん、で、私その時お気に入りのミニ履いてたと。あの人あのカメラでスカートなんか撮ってたんじゃないですか。だからダッシュで逃げたんじゃないの。なるほど、帰ってたわけね。そう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 、逃げ去っていたと。そうそうそう、うわー、うそーんっつって、まあ、これはへこむな、ミニスカート別にお前の欲求満たすために履いてるんじゃないわよっつってね。いや、まあ、もちろんそうですよ、よく投稿されているような気持ち悪い変態の話じゃないですが、うん、平凡な私のような女子でもこういう被害に遭うんだと。あ、なるほどね、うん、皆さん気をつけてくださいねと。自分は合わないだろうみたいな、うん、私別にそんなんじゃないし、うん、そういうなんていうの、可愛くないしとかっていう思ってらっしゃる方もいるかもしれないですけど、うん、来ますからね、くるくる、こういうものっていうのは来ますよ本当にね。でもちょっとプリクラのそのあのメッセージやっぱ懐かしかったですねあれね、左のね、落書きコーナーってなんかありますよね。あったあった、ハサミがね、いくつか置いてあって、ね、そう、ハサミがあってね、あれね、分けてさ、タッチペン、あのね、そうそう、タッチペンの走りみたいなねDS とかでね、使うようななんかポンポンってなんか、ね、あれ反応しないんですよ、なかなか。あれ、彼女とかと行った時って、うん、自分で率先して書いてました。あ、もう彼女任せ、ね、あ、任せだね、そうなんだよ。なんかもうちょっと恥ずかしいから、うん、巻きぐそとか書いて何してんのよ、やめてよみたいな。なんだよこれ。いや、なんか、いや、でも大体男は任せるよね。任せるでしょ。率先して書かないでしょ。だから俺とりあえずなんか申し訳程度に、なんか、なんか、なんか、何、スタンプみたいなをなんか周囲になんかこう散りばめたりとかね。スターのシステムは。プリクラ撮る流れ。あれ、落書きしないと終わらないんだっけ。いや、あるんじゃない、その速攻終わらせるのもあったのか、ね、あるんじゃない。でも絶対返すよ、ね、なんか時間ね、許す限りいましたよね、いるいる、あの空間になんか右上になんか90ぐらいからカウントされてなんかさ、どん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 減っていくみたいな。でね、必要ないのにね、わざわざあのメールアドレスを打ち込んで、そうだ、この取ったやつの1枚だけここのガラケーに送れるんですよ、ね、アットマークのところに送れるあれいらないでしょ。あれはいらなかった。とりあえずええねんから。そうそうそう、なんですよ。あれいらないのよ。わかるよね。同じ手をね。同じ手だとわかるよね。世代限られるけどね。うん、いや一緒だと思うよ、多分みんなね。続きまして、はいはい、旅行大好きアリスさんからいただきました。はい、ありがとうございます。私が高校生の時なんですけども、3つ年下の弟、がですね、本当はいたはずなんですけども、うん、出産直前に容体が急変しまして、残念ながらこの世に生まれることができなかったという弟とかね、いらっしゃって、うん、でそのことでとても心を痛めていた母はですね、うん、友人や職場の方に弟のことを躊躇なく話す癖があったと。でそれほど悲しい気持ちを吐き出していないと耐えられない思いがあるんだと理解しようとする反面、うん、センシティブだからね、まあ、もうそのね、お母さんもちょっとそのはしゃべってる時とかもう明らかに私もう悲しいんですみたいなのをすごいアピールしちゃうから、うん、周りもね、そう、そうだね、気使っちゃうよ ね、 それね、プラスあとその心の隙をつけ込んでくる、なるほど、ね、うまくね、利用されちゃうかもしれないね、うん、が私の心の中にありまして、うん、でそんな私の心配、この高校生の時に現実のものとなります。私がまだ学校にいる時間帯、はい、布団のセールスが自宅に来た、うん、で、その布団のセールスが持ってきた布団もですね、その使ってた布団のブランドだったこともあって、うん、そろそろ新しい布団に買い替えませんかという勧誘だったんですね、はいはい、で、できるだけ家族全員分の布団を購入してもらうためにですね、うん、まあ、うまいことね、口車にね、こう乗せてですよ、うん、で、お母さんもですね、うん、その家族構成聞かれた時に、あ、実はね、私にも、もう一人子供がいましてねっていう話しちゃったんです、はい、で、するとね、この販売員の方がですね、急に、うん、我が家に
例の気配があるみたいなこと言うんですよ。お前嘘つけよ、お前なわけないだろ急に、で、母の肩に弟の霊がついていますって言うんですって。えっ、典型的なお母さんで、販売員家に入れちゃったんですって。おいおい、ああなるほど、部屋全部見せてもうたんですって。はい、母の辛い気持ちに共感したり、とても親切に接しながら、毎日コップの一杯の水、キッチンの窓際に置いてあげてください、そしてその水を毎日飲んでください、そうしたらお子さんきっと成仏されますんで、助言を残して、はあ、ね、で、それだけやったよな、ね、いいじゃない、きっちり布団もかわされとるがな。あ、なるほど。で、もうさすがにね、お母さんちょっと怒ったんですって、そんなわけないでしょと、それはね、弟はしっかり供養もしてもらってるし、うん、休日には私がお墓行ってるからっつって、うんうん、成仏できてないわけないでしょっつって、うん、知らない人を家に入れてっつって、それはどうしてもめっちゃ切れたと。でその後布団の請求書が郵送で届いたんですけども、はい、そこには購入した金額の倍の数字が書かれていました。さすがにその高額な数字をお母様慌てまして消費者センター連絡しました。クリンゴフラこんなもん、で経緯を話して消費者センターから布団会社に連絡が行って、うん、このセールスマン、特定されましたと。あ、よかったね。で後日その布団のね、うん、業者の上司がですね、菓子折りを持って謝りに来て、はい、もう来たんだ、布団の額もうこいつがかさ増ししとるだけやから、だからこいつのせいやからっつって、もう正規の値段でってね、うん、で布団も返却して購入もキャンセルしてよとも言いたかったんですけども、まあお母さんちょっとすげえショック受けてたと。でもう責めることもできねえなっつって、うん、でそれ以来母は職場で親しくなった方ができても弟のことは話さなくなりましたと。あ、なるほどね、うん、まあまあちょっとね、そういったちょっと痛い目あってしまって、もうそういうことは言わなくなったけど、やっぱ心の悲しみっていうのはね、いつまでも拭えないもんだなと。教訓みたいなね、それをまあでもそういうところに本当入ってくるからね。いや、笑うセールスマンみたいなやつはおるでしょう。本当にだからリアルの日本っていうか、このだって本当はそういう部分って一番人がさ入っちゃいけない、悪用しちゃいけない気持ちじゃない。でもそこがいけると思って、あ、肩ついてます、そういえば、見えてましたからみたいな。あれ、え、じゃあちょっと待ってくれ待ってくれ。いや、布団、今まで全くさ見てなかった布団のセールスが言うならいいけど、呪われた名字の方がね、あれはあかんって、それはマジで。急にね、そう、急にね、で一緒にいる時、何回か霊見た時、あれすぐ教えてくれる人が、あれっていうのあかんって、それはもうね。確かにね。続きまして、すももさんです。すももさん、はい、高校生だった時、スーパーの中に入っている小さなゲーセンがあるんですけど、あ、いいですね、女性の方でね、うん、でそこの男性店員と仲良くなったんですって。あ、なるほど。でスト2が流行っていた時期で、おー、いいね。でゲーム機器の外側の箱に座るとお兄さんいつもですね、こう隣に来て、本当はいけないんだけどねと言いながら無料でねやらしてくれるんですよ。お、いいじゃん。で、この方、使ってたキャラはザンギエフらしいですね。いや、そうなんだ、いや、なんかもうちょっとね、竜とか、竜剣とかあのあたりかなと思ったら。で、会話始めてから半年近く、した時に、うちの母がですね、あのスーパーの中にゲームできるとこ知ってるって。うん、知ってる。で、うちの家からすぐそこのアパートにね、その店員さんが住んでるらしいんだよって、別にね、ね、興味ない話を勝手に話してくると。で、そのね店員さん、逮捕されたらしい。っつって急に何と、うん、え、わいせつとかしたのみたいな、うん、まあ確かにね、私にねこのタダでやらしてするから、まあね、それぐそういうことかなと思うね、うん、で何みたいなこと言ってたら、うん、なんかね天皇陛下に向けてね爆弾を作ってたらしいの、新聞に載ってたわ。うわー、すごいな。自分でね爆弾作って、ね、でそれがバレてパトカーや爆弾処理班が真夜中にね家突入してた。うわー、そうなんだ。でそれからしたら、しばらくしたらそのスーパーからゲームセンター消えましたと、で怖くなってそのスーパーへは20年近く行けなかったのを覚えています、ということなんですけども、あんなにね、どっちかって言えば優しくてさ、優しくてというかゲームタダでやらせてくれるから、まあ好意的な人なんだろうと思ってたけど、そんな過激派、いや本当にね、思考があった。どこでバレんの？そういうのは購入履歴か。
とかいろいろ足つくんじゃない？そうだよね、火薬になるようなものとかをたくさん買っていたりとかする。 それが数回にわたってたりするとどっかで、あ、こいつちょっと危ないなと思って、うん、あとつけられるとか調べられるんだろうね。ねえ、あー、なるほど。だからこの人がみたいなことあったりするじゃない。うん、ある。だから家帰ってね、うん、タクシー降りてね、さあ家帰ろうっつってね、だから家の前にですよ、フレがいるんですよ。ああ、フレさん、うん、ああ、ももさん、え、あの時よく僕にキレてくれましたね。そういや、まあ、絶対怖いわもうそのテンションいや、マジかよ。タクシーの時に切られたこと忘れてないですから、うん、いや待ってくれ。いや、家はあかんて家まで来たらダメだって。そこは怖い。いや、怖い、最高に怖いもん。めちゃくちゃ怖い。それ自分の場合でも一緒だよ。そうですよ、降りて。いや、いや、ね、うん、どんな感じで来るんですか、ノブさん。はあ、あの時、はあ、すいませんごめん。いや、フレとしての俺がびっくりしたわ俺としてっていうより、フレとしての俺がびっくりしたわごめんなさい、やべえ、やべえやつの喉は潰せと教わってたんだ、うん、一気にやられたから何も持ってるもの出せなかったやられましたね、フレはね、今ね。なるほどね。怖いでしょ。だから普段ね、そのなんか、うん、ね、船なんかね、わかんない、何かの事情わかんない。そう、ちゃんと仕事ね、頑張ったりとかしてる人が急にそんな刃向けられたら、ありますからやっぱ。怖いですよね。怖いですよ。続きまして、はいはい、サソリ座の女さんからいただきました。ありがとうございます。はい、電話にまつわる話聞いてください。電話、うん、私が小2の頃です。電話をかけることを覚えて、友達とたまにね、電話をすることもちょっとね、 あったりした時代です。わかる、楽しくなってね、みたいな ね。いつも学校から帰ってくると、友達に帰ったことを電話でわざわざ知らせて、うん、なるほど。どこどこ公園で待ち合わせね、みたいな。喋りたいんだよね。うん、もうその前にしときゃいいのにね。そうね。約束のね。だからこのね、工程をと、うん、やりたい、たどりたいんだよね、これはね、うん。で、私の家は帰宅してから、祖母に遊びに行く許可を取るルールがあったんで。で、いつも準備に時間がかかってたから、大抵私から電話をかけてたんですけど、うんうんうん、その日も友達の家に電話をかけましたが、うん、ちょっとね、変だったんです。3コールぐらいで受話器が上がったんですけど、うん、いつもはですね、はい、〇〇ですって出てくれるのに、うん、さあってなんか変なノイズが入ってるんです、うん、なんだろう、みたいな、うーんと思って、で、まるまるです、まるまるちゃんのお家ですかって聞いたら、うん、機械がかった女の子の声で、そうです、そうですって言うんです。何それ。で、うん、妹みたいな、なんか、はい、もうちょっと、はい、わけわからんなって、まるまるちゃんに代わってもらえますかって言ったら、誰って言うんです。で、当時ね、黒電話なんで、そんなね、はい、もうそのボイスね、チェンジャーみたいなもないですし、うんうんうん、え、まるちゃんのお家ですよね、今この電話、うん、そうです、気持ち悪いんですよ、めっちゃ気持ち悪いね。で、まるちゃんに代わってください、誰って言うんです。さっきと一緒の会社だね。で、もう再三ね、このやり取りです、り、うんうん、で、そしたらね、向こうからどこにいるのって言うんです。いいよ、お家だよって言ったら、お家はどこって言うんです。うわ、怖っ。で、この話怖いから、もういいですって言って電話切ったんです。はい。そしたら切った瞬間にプルプルってまた電話鳴るんです。怖い怖いと思いながら出てみたら、なんで電話出てくれなかったのよってちょっと不適された感じで聞いたら、うんうん、いやいや、何を言っているのと、うん、いやいや、あのちょっと待ってっつって、妹いるっつって、妹なんかいないよっつって、うんうん、で電話はっつって、うん、かかってきてたでしょっつって、うんうん、いや、わかんないよっつって、え、わかんない、わかんない、わかんないよっつって、私かけたんだもん今っつって、かかってこないなと思って私がかけたんだもんっつって。あ、なるほど、かかってきてなかったってことね。だ、結局これ、うん、ま、間違い電話ってこともあるじゃない。あ、一個番号違ってよくわかんないところにかけれた可能性があるところか、うん、でもかかった先でこのやり取りは気持ち悪すぎん。気持ち悪いね。まるまるちゃんの家ですよね。そうです、そこはそうですって言うんだもん、ね、そうで、お家どこって聞かれてるから、そうだよね、うん、
で、あの電話どこに繋がっていたのでしょうか。わあ、なるほど。ちょっと気持ち悪いお話です、ね。いや、なんかな、まあまあ投稿事件簿ですからね、うん、なんかいわゆる事件系であったりとか人に関する怖い話がいつも飛び込んでくるけど、うん、もうわかんない、なんかちょっと心霊系と捉えても良さそうな、ね、内容ですよね。怖いですね。でも確かにね、ちょっと一番違うだけでなんかよくわかんないところからかかってきてしまうっていうのはありますよね。いや俺ほんとね、うん、このね、もう今時代だとさ、間違い電話ってさ、うん、減ったじゃない。減ったね、ね、めちゃめちゃ減った。なぜならつながるその先、 LINE とかが多いからさ、うん、ね、つながる番号でどうこうっていう時代じゃなくなってきたからね。で一回僕謎の電話がかかってきまして、ほう、で調べたんですよ、かかってきたらその番号、番号、うん、そしたらなんか関西の方の警察署からなんですよ、うん、と思って、うん、なんでと思って、めちゃくちゃ怖くて理由が分からんね。かけ直すじゃない、かけのそしたら、はい、何々署ですっつって、いやマジか、あっち警察やんけと、ね、どういうこと、電話あったんすけど何ですかって聞いたら、え、何番ですかっつって、ご高齢、こうやって、申し訳ございません、間違えちゃいましたっつって、いやそうなんかい、この間違いは、お前、ね、絶対あかんでって、恐怖でしかない ね、 ね、いやマジでね、あれは怖かったですよ。恐ろしいね、いや別に何もないけど、いやそれがね、でどこがあったわけじゃないけど、そう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 、本当に警察の、ね、うちも昔ファックスで間違いがあってさ、うわーめんどくさそう、ファックス間違いで、ファックスをないのに、うん、そのとある会社がいつも毎日ファックスを送る番号で、うちの電話番号間違えてなんかね、うわうわうわやってきてたの、はいはいはい、だからビービーみたいのが聞こえるから分かんなかったよ、ファックスもないから。だから毎晩19時ぐらいになるとその謎の音がかかって、怖いやんちょっと、いやそうなの、ね、恐怖体験見たくなって、俺の兄貴とかもね怖がっちゃって、その時間になるとカズト、カズト出て、カズト出てって言う、いやもう出るって言ってピー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 、でそれで結局それがね、どっかのね会社が発注書か注文かなんかを夕方から夜の時間に送るのを番号間違えてずっとやってたっていうので、嫌ですね。まずはしのしのさんからの投稿でございます。2013年の8月上旬頃だったと、あるニュース番組で、見たことのあるマンションの映像が流れていたそうなんですよ。でその内容は殺人事件に関するニュースだったと、でそれから出勤したら日頃から仲良くしている同僚にニュース見たと、挨拶より先に食い気味になんか話してきたと、同僚が、何何殺人事件のニュースって聞いたら、そうそう、私さすぐ横を通ってきたんだけど何十人もの警察官が現場検証とかしてて物々しかったよって話してきたと、はい、でそのニュースというのが、ある家族の父親が当時2歳の子供の教育方針の違いという動機で母親を殺害したという事件でした。私は事件の近所に住むその同僚のお家に当時3歳の娘を連れて何度か遊びに行ったことがあり、近所のコンビニにも同僚の子供さんと一緒に何度か行っております、はい、もしその犯人とすれ違ったことがあるかもしれないって思ったらゾッとするような事件でしたということでした。いやー恐ろしいっていうか、いやね本当にまさにね、うん、なんか自分の近くでもしかしたらあったのかもしれない、身近っていう教育方針の違いで、うん、まあね決めとけばいいのにね最初からねと思っちゃいますけどねこういうのっていうのはやっぱ俺はその結婚もしてないし、はい、まあその子供も生まれてないから分かんないんですけど、はいはい、結婚して子供ができた後にやっぱ浮き彫りになることなんだろうね。ああまあそうでしょうね、まあ、僕もそう結婚してないんで、結婚相手間違えた、想像の想像のやり取りでしかないんですけど、あと部屋にはバイデンしかいないバイデンも独身だから誰も聞くやつがいないああダメだ、まあ、確かに結婚する段になってさ、はい、じゃあ結婚しましょうってなって、はい、教育方針なんだけどさって確かにそこでは言わないよね。いやだってでも教育方針ってまあでもお互いある程度その、うん、
お互いを知って結婚したわけじゃないですか。まあ、そうだよね。教育方針までいかないけど、大枠の伸び伸びと育てたいとか、はい、勉強はしっかりさせようとかっていう話とかはしてるもんじゃないのかなと思うんだけどな。で、お互いのこと知ってるから、まあ、まあ、お嫁さんはああいうとこを、うん、まあ、多分育てたいんだろうなっていうのもなんか漠然とわかるじゃないですか。うんうん、でそれでやっぱそこまで至っちゃうっていうのがちょっとよくわかんないんですけど、だからまあその報道されている教育方針の違いという報道のされ方だけど、それに付随するようなね、はい、今までの積年の何かっていうのがあって、ね、はい、結局はそういう教育方針の違いという言葉になってるけど、はい、いろいろあったんだろうねってことですよね、はい、なるほど、確かに、はい、では続きまして、はい、投稿の方、一夫馬場さん、短編ですっていうところで、はい、短編の話を2話いただいております。まず1話目ですと、中学生の時です、はい、山手線に乗っていました、ある日ね、はい、でそれほど混雑していなかったんだけど、はい、座れるまでではない状態ね、うん、はい、で立っていました、はい、である駅に着いたらどっと人がバーって入ってきて、はい、まあ、いきなり満員状態になっちゃった、はい、まあ、よくありますわ。でその時下半身をくるくるするようななんか感じがある、あ、なるほど、何かなと思って下を見たら、はい、手に丸めて筒のような形状をした雑誌が、はい、電車の揺れに任せて下半身をくるくるしていたと、はい、まあ混んでるから仕方ないと思ったんですけど、はい、あまりにそれが長く続くから、はい、その雑誌をずらそうと手を伸ばしたら、はいはい、雑誌からその指に変わって下半身を、指がくる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 していたと。私は怖いとかびっくりよりも腹が立って、はい、その手をたどっていってその男の顔を確認して、はい、鼻と口の間を思いっきりグーで殴りました。すげえな、ド級者じゃないですか。タイミングよく次の駅に止まり顔を手で押さえた男がそこで降りていきました。はい、すごいですね。でもすごいですね。でもやっぱりそういうふうに一矢報いてくれたことは、はい、まあ、よかったと思います。確かに、まあだから最初は雑誌を使ってね、はい、なんかこの辺をなんかこんな風にやってたんでしょう、はい、だけど教員に乗ってきたのかわかんないけど、はい、そういうことをやると、はい、でもこれなかなかそれを注意するっていうのがね、いや女の人怖いっていうじゃない、そうですよ、ね、やっぱりね、はい、だって僕今ちょっとこのモモさんの前で何個か何回か触ったじゃないですか。あれだけちょっと僕あのおかんと嫌悪感が走っていやいや嫌だなって思って、仕事なの今の今仕事上のあれだから、ね、すごい嫌な手つきをする人嫌な手つきをする人じゃないよだからこれが、はい、公共の場で、しかも全く知らない人からやられる、ね、はい、しかも異性ってなると女性の方っていうのはすごい本当に嫌な気持ちになるんだろうなと思うな、はい、まあ、でも今もここへ動画を収めてるから、その公的な場であのセクハラを受けたみたいな逃げ場のない先輩と後輩のもう利用し発散してるわけじゃないからせめて女性だったらなんかあるけどっていうところですけど、はい、なんかもう一遍一夫馬場さんね、はい、短編ということでしたが、はい、以前ハウスクリーニングの仕事をしていた時に依頼の電話が来たんですと、はい、大体がねそういったものっていうのはご家庭の水回りの清掃依頼なんですけれども、その依頼というのは俺が見てる前で、はい、俺のパンツを手洗いしてほしいっていう依頼だったんですよ。そのようなサービスは行っておりませんと、はい、うん、お断りしました。なるほど、短編ですね。これもいいいいですね。実際ダメだ。いいですね。実際ダメなのか。なんですかこれは。はい、この性癖は。これはまあそうですね。うん。うん、彼は尖ってると思います。いやこれはいやこれは何なの？その男だからさ、はい、いろんな変わった角度の性癖があるのはわかるけど、はい、自分が見てる前で俺まあまあ、うん、これはあれですよね。あの結婚の時の口説き文句じゃないよね。俺のパンツを洗ってくれて。まあその疑似まあ疑似恋愛。毎朝味噌汁を作ってくれ的なことで俺の前で俺の見てる前で俺のパンツを洗ってくれってなんだよこれ本当に。
ちょっとムカつくわこいつ。だから多分なんだろうな、パンツを、いやでもパンツを、でもその時の男がパンツを履いてるんでしょ、別のパンツを。なんすかね、いやわかんない、難しいね、これ難しいね、そんなの部屋に行ったら何されるかわかんないじゃないですか。本当ね、あそうだね、はい、考えてみたらそうだ、危険であるから断るに越したことないですね、これはね。笑ってくれて嬉しいっつってなんか向かってくるかもしれないですし、絶対向かってくるよ、ただじゃ帰れねえからこんなの。はい、続きまして、むくみちゃんからいただいておりました、私は高校生の頃、繁華街に面した通りのコンビニでアルバイトをしていたと、はい、繁華街とは言っても田舎です、昼間でも人通りあまり多くなく、どちらかといえば車通りの方が多いようなところであると。で、いつも12時からのシフトだったんですけど、はい、その日は、3時間遅れ15時からのシフトだったと。よく晴れた天気で雨は全くその日降っていなかったんですけど、はい、なぜかお店の入り口付近だけやたらと地面が濡れていました、はい、なんかねそこだけバケツひっくり返したような、濡れてる、はい、水まきでもしたかのようしたのかなってそんな程度に思ってたんですけど、はい、出勤してすぐにお店に警察の方が何人か来られて、はい、店長と話がしたいと言っていたと、はい、何かあったのかなと不審に思ってお昼頃から出勤していた別のスタッフの人にちょっと聞いてみたんですけど、はい、だその方が、はい、あれねと、うん、お昼過ぎくらいかな、はい、私レジ打ちでカウンターに立ってたんだけどさ、はい、急に外からドサッと落として見てみたら何かが外で燃えてたんだよね。でお客さんと何だろうって窓越しに確認したらさ、はい、人だったんだよね。急いで消防とか呼んで消火してもらったんだけど、その人は救急車で運ばれていったからどうなってるか分かんないなと。ただ警察の人の話によると隣のホテルの部屋に泊まってた人みたいで焼身自殺図ったらしいよっていうことを、まあ、聞いたと。私が勤めていたコンビニはビルの1階にあり、ホテルが隣接されていたのでおそらく自ら放った火の熱さに耐えられず窓から飛び降りた人なんだろうと思いますが、通行人などが巻き添えにならず良かったなと思ったのと同時に私は消火された後の状態しか見ていませんが、その場に遭遇したらと思うとゾッとしました。その後消防士をしているおじにその方の安否を聞きましたが、搬送された時はかろうじて意識があったもののその後亡くなられたと聞き、それ以来その場所を通るたびに何とも言えない気持ちになります。これはすごい話ですね。いやすごいですね。まあね、水がそこだけやけにあって晴れた日だったからなんだろうと思ったらそういう状態だったっていうのはな。いや単純に規制線ってなかったですね、なかったみたいですね。普通になんか上通っちゃうみたいな。ああ、まあ確かにそうだよね。だからそこも含めてで、いやでも俺もね、なんかこういうね、焼身自殺ってすごく、はい、なんだろう、見た人もトラウマにもなるし、で本人も相当苦しかったから耐えられずに落ちてきちゃったってことなんだろうけど、はい、なんかね、高校場所はちょっとあれだ、はい、伏せるけど。ある学校でね、はい、高校の、春休みだったのかな、春休みがありましたと、はい、でその高校に通学している一人の生徒っていうのが、まあ、春休み期間中ってあんま学校に行かなかったわけですよ、はい、で春休み明けて、まあ、新学期が始まって学校に来て、はい、来たら、はい、なんかその噂話みたいなのがあって、はい、春休み中に先生が、はい、焼身自殺を測ったと。でその学校の校庭の端っこの方にまだその、うん、なんていうのかな、名残っていう言葉っていうかその痕跡、はい、形跡みたいなのが残ってる、校庭の一角っていうのが黒く、はい、なってるのが先生が焼身自殺したからなんだよっていうのを聞いて、うわマジかそんなことあったんだと思って、はい、何先生って聞いたら、はい、全然違う学校の先生だったんだって。えその学校じゃないんですよ。えその学校から1キロ離れた別の高校の先生がなぜかこの場所に来て亡くなったっていうのがあったんですよ。でその場所っていうのが、はい、戦国時代のね、合戦地であったそうなんです、はい、だからこれはもうそう捉えるしかないかなっていう考察でそうおっしゃってたんですけど、わざわざそこに来る意味が分かんないから、はい、で後々その場所調べたらそういう痛ましい合戦とかがあった場所だから呼ばれたんかなみたいなことをおっしゃってましたね。だからそうだとね、その学校ってね、なんかすごくね、なんかいろいろ変わったことが起きた
学校だったらしいのよ、はい、なんか、まあ、要は先生が幽霊見たりとか教、生徒がお化け見たりっていうことも頻繁にあったけど、そうい今言ったような謎の、はい、うん、死を選ぶために、自分の死に場所のためにわざわざ来たりとか、はい、なんか部活でね弓道部があったと、うん、で弓道部って、まあ弓みたいなのいるわけじゃないですか、はい、でパーンって朝練かなんかやってて、はい、生徒が撃った矢が、はい、あらぬ弾道を描き、はい、フェンスとかなんか飛び越えたのか隙間を縫ったのか分かんないけど、はいはい、あのね、要は学校の校舎を飛び出して学校の隣のアパートの2階にて昼寝をしていて肩肘ついて寝てたおじさんのこめかみに当たったことだ、だけど、はい、奇跡的に、はい、あの命は助かったらしい。すごそうだけど、そんな風な描き方をするっていうのが、まあ、ありえないんですよ。あ、なるほど。だからそれもこの学校っていうのは何かはなんか変な力があるんじゃないかと、そういうね、まあ、活性の地だったっていうところに、はい、なんか帰結してしまうんですけどみたいな聞いたことありますか。恐ろしいですね。まあね、まあ、あとまあオカルト抜きに考えるとしたら、うん、あの先生同士って、うん、あの結構やっぱあの同僚と、うんうん、その別の学校の先生とつながりができたりしやすいんで、その学校の人となんか恋愛的にこじれたりとかして、それで見せつけるためにそこでやったとか、ね、うん、確かにそういうのもあるかもしれないね。あの人もしかしたらあの表に出ない恨みみたいなものとかね、はい、こうしてやろうとかのがあったのかもなっていうのは気がしますよね。まあ、ちょっと怖い話でしたか。ですね、続きましてこちらはミスター万年厄年さんですね。はい、いいですね。まあ、いつか開けるといいですけどね。はい、そうですね。なぜか怖い思いをしたり、はい、変な事件のようなことに巻き込まれたりと、まあ、ついていない29歳の男ですと。だから、まあ、ミスター万年厄年って自分で言ってんだね。なるほど。でこれは自分が中学生頃の話、はい、近所で変なおっさんがいるっていう噂があったと。うん、で自分は見たことがなかったんで、はい、まあそんなんどこにでもいるんだろうぐらい思ってた、はい、ある日ですと。同じ中学の水球、あ、水球か、はいはい、水の玉とか、はい、水球ですね、水球のクラブの先輩に、はい、なあなあと、ふふおじさん知ってるって言われて、え、俺この前遭遇しちゃってさと言われた。ふふおじさんってなんだと、誰って聞いた、説明してくれた、はい、それはです夜中にフードをかぶり徘徊していて常にフッ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 って言っているおっさんがいるとのことだと、はい、その時も普通に変な人いるんだなと思っていたそうなんですね、はい、そんな話を聞いてから少し経ったある人、その日自分は風邪をひいてしまいました、はい、弟もね水球クラブに通っていたので、はい、その迎えに行くために母親が出かけて、はい、父も当直で家にはいませんでしたと、はい、まあまあ一人だったそうなんですね、はい、お家で一人でいて夜の9時頃だったかなと思うと、はい、家の窓がコツンコツンって鳴ったような気がしたんだって、でリビングにいた自分っていうのはカーテンの隙間からまあ外覗いた、うん、いやでも何もないって、あ気のせいかなと思ってた。次キッチン側の窓からコツンって音が鳴った、あ気のせいじゃねえな怖いな、そう思ったんですけど確認しなければという気持ちが勝ってしまい近くまで行ったと、はい、だけどね何も気配はないんだって、はい、おかしいなと、気のせいにして寝ようと思って寝室に向かおうとしたところ、玄関からボソ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 何か聞こえてきたと、はい、あれでも怖い気持ちあるんですよ、うんうん、あでもねきっと親と弟帰ってきたんじゃないかと、うん、そう思って玄関に近づきドアノブに手をかけようとした瞬間、はい、ドアの向こうからフッ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 って聞こえてきたと、はい、うわーと思って心臓止まるかと思いましたがドアスコープを覗いた、はい、たら全く知らないおっさんがフッ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 って言いながらドアの前に立っていたと、息を殺して、まあ、しばらく見続けていたそうなんですけど、はい、パーカーのポケットに手を突っ込んでそのおっさん何か取り出したと、カッターナイフだったそうなんです。で歯をカチ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 やりながらフッ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 って言い続けていると、これはいかんと、うん、親と警察に連絡しました、はい、その後すぐにおっさんは立ち去ったためその場で御用とはいかなかったんですと、うん、後日学校で友達に話しましたが同じような経験をした人いたんですって、捕まったなどという話を聞かなかったためどうなったか分かりませんがめっちゃ怖かった話でした。いや
これはダメだ。危ないですね。これはいるんですね。どっちかっていうと僕は今変態的な方向にね話が行くのかなと思ってましたけど、そのフッフおじさんっていうのは気持ち悪い呼吸音で、何を目的なんだろう分かんないけど、カッターを持っていたっていうところ、いやもう、カッター持ってる時点でもう、ね、アウトですからね。もうね、何もなんだろうな、はい、普通に散歩してたとか、はい、なんかそんなの通りようがないもんね、はい、こんなもんね。だってもうアマゾンの箱開けるときしか使わないじゃんもう。カッターなんて。カッターそうですね。それ以外でだってなんか何かを開けるとき以外で使う。だって、まあ、昔はこういうなんかのがあったかもしれない。今はわりかしなんかちぎったりとか、なんかそういう道具レスでできるようなものがいろいろあるから。ね、直近でカッターももうカッターもうほぼほぼ俺は使わないくなっちゃったもんな。そういう意味で言うと。でもこういうおっさんっていうのは。いや。いるんですよね。だから健吾のさ、はい、その地元で ね、 でね、何回かこの、はい、なんだっけ、散歩してるんだっけ、ポケモンウォークのおじさん、ポケモンウォークをしてる人がいるんです、はい、ポケモンウォークと言われてるおじさんです。だけど別にその人はなんか直接的に何かをしてるってわけでもないんだよね。いやまあその噂で、うん、そのおじさんと揉めちゃうと、うん、放火されるっていう。いやもう、 もうダメだよそれ。もうそれ取りそっか、証拠とか残さないの。いやだからその真っ暗だから田舎、夜中に歩かれてつけられると、なるほど、もうどうしようもないんですよ。そうなんだ、はい、なるほどね。でもなんかおそらくなんかそういう目星はついてるけど証拠がないから野放しになってるっていう。いやそうだよな、はい、俺もだから前投稿事件簿で喋ったか分かんないけど、あの怪しい自転車のやついるって俺健吾に言わなかったっけ、あの家の近くのね、はい、あのいるんですよ。あのもう長よくさ、なんか何その自転車にもうデコレーションって、はい、分かんないけど、はい、いっぱいベタベタ貼ってんのよ、はいはい、あの政治的な思想のこととか、はい、いろんなことをベタベタ貼って、はい、おじさんがいつも俺がもう結構頻繁に会うんだけど、はい、そのいっぱいベタベタ貼って、はい、その後ろの後輪のところに一番大きく煽ったら殺すって方に、はい、いやもういやこれもうダメだろうと思って、いやもう無理だよ、だからね、はい、いろんな方いるし、はい、いやもうこういう人関われないなって思っちゃいます。もう何かを起こさなくても捕まえておくことって多分、はい、あのね、そうそう、本当抑止という言葉でなんとかなんないもんかねって思ってしまいますね、はい、まあもう本当にその被害が起こってから動くのがちょっと日本のあれなんで、やっぱ悲しいことが起こってやっと初めて起こる、いろんなことが動く、条例とかも動くんですけど、煽ったら殺すって書いてるけどそれがこっちを煽ってるじゃんってもうお前がやってるよって俺いつも思ってんすよね、それをね。では続きまして、本当にね多くもらってるなと思います、サソリ座の女さん。投稿の事件簿ではすごくいっぱい送ってくださってますよね。階段もなんか、はい、階段も多くくださってますね。こんばんはということで、はい、しばらくは変態シリーズを投稿すると思いますということです。すごく体験多いんですね。小学生の時のことです、はい、当時私の母校のプール、はい、フェンスに囲まれているだけで外から丸見えだったと。あー、なるほど。で夏の水泳の時間、はい、プールの授業が終わり、はい、少しだけ自由時間があったんで、はい、友達とプールサイドで座って遊んでいたら、はい、自転車に乗った大学生くらいの男が近づいてきて、はい、首から下げていた一眼レフのカメラで私たちをもう堂々と撮り始めたと。パシャパシャパシャって 2,3 枚撮ったら一旦通り過ぎ、はい、戻ってきては撮り、はい、ヒット&アウェイみたいな感じですよね。ちょっと打っては下がりみたいな、ね、またパシャパシャ撮ると、はい、蝶のように前蜂のように刺す。モハメドアリを形容したかのようなただの変態ですけどね。でそういうことするから、はい、で友達がもう好奇心から立ち上がって男に近づいてね、はい、何撮ってんのって話しかけた、はい、で、まあ、私もつられて立ち上がって友達の隣に立ったら男はニヤニヤしながら、はい、いやみんなの水着姿が可愛いから撮ってるんだよってこと言うと、はい、でそれいいカメラでしょ、写真いつもらえるの、はい、って友達が聞く間にも、はい、男はシャッターチャンスと言わんばかりにシャッターを押しまくってましたよ。で先生が気がついてね、はい、何やってるんだって注意したら当てて逃げていった、はい、そのことがあってからフェンスにベニヤ板がくくりつけられて簡易的な壁が作られましたと。
あの時は意味も分かっていませんでしたが、あの写真が一体何に使われたのか、どう扱われたのかを考えると気持ち悪いし悔しいです、うん、もう願ごとこの世からなくなっていることを願いますということです、ね、なるほど、変態ですね。いやー、狡猾っていうか、そうですね、まあ丸見えになっている状態っていうのがその男からしたらもう取り放題だというところでしたよね。なんだすげえ穴場あんじゃん的ないやまあそうなんだと思うけど、まあね、その、うん、昔、まあ、今だと多分その水着とかもだいぶいろいろ見えないように工夫がね、はい、凝されてるっていうのは聞きますよね、はい、うん、だけど俺が中学生の時とかね、僕はプールが苦手だったんで、はい、あの中1の時とか、中1だったよな、あの見学をしていたんですよ、はい、で見学をしてプールサイドから、はい、まあ、眺めているとね、やっぱね、こうプールから上がってきた女子などが前などを通るわけですよ、はい、なるほど、うん、見るよねそれはね覚えてるわ、なんかでまたちょっと煽ってくる女子もいるのよ今思うと。ちょっとね、あの、うん、今思うとその子ね、はい、なんていうのかな、ちょっと男をからかうような、ああ、うん、いいですね、そうなんだよあるじゃん漫画で、何見てんのよ、そう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 、はい、もう何見てんのよの、もっと優しい感じの、はい、今見てたじゃんみたいな、わあ、うーん、うん、みたいな言ってくれると助かるからかい上手の高木さんみたいな、そう、なるほど、雰囲気ですわね、はい、僕たちの方が変態でしたね、はい、すいませんね、本当にね、はい、続いてですすごい秘訣したんです、すいません、神々さん、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今から、四半世紀以上前、はい、かなり前ですね、二十歳だった私は、親友と歌舞伎、新宿の歌舞伎町で働いていたそうなんですね、はい、でまだ新宿駒劇とかね、噴水があった時代のお話、まあ懐かしいですよね。で水商売していたそうなんですね、はい、まあ、いろんなお店転々としていたと。その中の1店舗、古い細いビル、4階建ての地下1階でしたと。で中はキラキラしていて古さは感じられないお店で、その時はね何もね、あの感じずに働いていたんですけど、はい、勤めて私は1ヶ月、親友は3ヶ月で辞めてまた別の店に移ったそうなんですね、うん、それから数年経った後、はい、親友で電話で話している時に、はい、ね、神々ニュース見たって言われた、はい、何テレビつける、はい、ニュース見ると今映ってるあのビルさ、働いてた店のビルだよね、煙が出てる細長いビルが映し出されておりました、はい、これがですね歌舞伎町での火事ですね、44人お亡くなりになった最悪の火災の現場でしたと、確かに地下1階だった店は階段を使用していましたが、2階から上はエレベーターのみの使用、階段があることすら分かりませんでしたと。エレベーターは古いせいかなかなか地下まで降りてこないので、階段を使用してお客様を見送った思い出しかありません。あんなところで火事が起きたら2階から上の人は逃げ場はないだろうなと思いました。火事が起きる時期が違えば私たちも巻き込まれていたかもしれないと思うとゾッとしましたということですね。怖いですね。うん、働いていた数年後にそういう事件があって、多分だ、俺はねこの時期は自分が新宿に専門学校で、通っていた時期なんですよ、はい、すごくね、あの、まあ、要はそのビル、火災があってたくさんの方がお亡くなりになったっていうのはすごく僕も覚えております。あ、今ねバイデンが出してくれましたね、はい、これあれ大阪個室ビデオの、うん、ちょい後か前なんですかね、これ90何年前ですよね。あ、2001年なんだ。2001年か、専門卒業してんのか、それだったら2001年、うん、あ、でもギリどっちなんだろう、ああ、そうか、うん、まあその時期だったのはなんとなく覚えてんな。だから本当にね、こういう、まあ、その俺もいろんなところでアルバイトとかしてましたけど、はい、あのビルの中とかでね、はい、働いてて、ここに荷物を置いちゃいけないよってあるじゃないですか、はい、階段とかね、はい、非常階段とか。だけどそういうこの日、はい、そういう役所の人が来るから、はい、どかして置こう、はい、で終わったら、はい、
戻してるんですよ、はい、そうだからその日だけしのげればってやってる、はい、ところはすごく多いとは思いますよ ね、はい、ね、だってあの役所の人がこの日に行きますって言っちゃうんだからそうだ、はい、いや今考えるとそうだよな、いやそうですよね、だから役所としては空振りしたくないし、あれ今日留守じゃんっていう、なるほどね、その手間を減らしたいのか事情だよね、忖度なのか、いやそうだよね、はい、本来抜き打ってやってみて、はいね、ちゃんとできてますねっていうチェックなんだろうけど、はい、いやだからそこの空振ってっていうところとかの手間とかを思うとなぁと思っちゃうけどね、はい、こういうのは本当にね、あの大阪個室ビデオの件であの防災法みたいなあの雑居ビルとかの、はい、あの退路を確保しなきゃいけないみたいなのがちょっと厳しくなったと思うんで、うん、それの前後なのかな、まあ、どうちょっとね時系列、はい、はっきりとは分かんなかったですけどっていうところですね、本当に気をつけなきゃいけないなとは思います。まだあります。続いて、お名前があさっての新聞さんですね、未来からの感じなんでしょうかね。なんでこれにしようと思ったんだろうなと思うの。俺本当に、まあまあ、未来新聞のなんか何なんでしょうね。ありがとうございます、はい、初投稿だと、あ、毎回楽しませていただいてますと、文章下手なんですけどって断り書きがあります、はい、これは自分が子供の時に体験して、はい、学校や警察を巻き込んだ事件の話です、ね、自分が小学生の頃、はい、通学路に周りの家と明らかに違う庭も広い大きい家があったと、はい、正面の大きな庭以外、はい、家の周りに竹林があり、おしゃれな規模の穴あきブロック塀囲まれていた、はい、で正門はこの当時では珍しくブラインドの柵があって、はい、まあ、庭に入れないようになっていたと、でこれ小学校3年生の秋頃だったと思いますと、はい、このお家にですね、はい、ピンクのひよこがいるとクラスで話題になったんですよ、多分ねお祭りで購入したカラーひよこ、だったと思いますと、ただこの当時の私たちにはピンクのひよこすごい珍しい、興味を引くものであった、はい、学校帰りに友達を見に行ったそうなんですね、で通学路からこの家の庭を覗くと、はい、広い庭の木の下に簡易的な柵ができており、柵の中をピンクのひよこが走り回っているのが見えたんですと、お、で私と親友の T はその日からピンクのひよこを毎日楽しみに登下校していました、うん、するとある日の帰りですと、ピンクのひよこのいた柵が壊れていて、いつもの場所にピンクのひよこがいないと、お、あれいないなって、はい、こらって言って急に言われた、は、心臓が止まるくらいビビって私はキョロキョロと周りを見るとブロック塀の穴から猫が出てきました、慌てて猫の出た穴から庭を覗きましたがピンクのひよこは見つかりませんでした、はい、どうしても見つからずに諦めて帰ろうとすると、物干し竿のそばに裸の女性が見えましたと、よく見ると裸の女性は物干し竿に引っかかっているようで足はついていないと地にね、で髪の毛と足だらんとしていると、でちょっと強い風が吹くと手足や髪が少しこう揺れているように見えた、当時の T と私はそれが全裸の女性の死体に見えたんですと、何度見ても大きな音を出しても女性の死体動かないと、ビビりまくってる私と T の後ろから6年生の女子が声をかけてきた、何覗いてんのダメでしょ、私は慌てて今までの経緯を全部説明しましたと、で6年生の女の子もブロック塀から物資竿の方を覗いて女性の死体目にする、キャーキャーって言って私たちよりも大騒ぎしておると、でここからは、リーダーのようなこの一言で、6年の女子たちは家からおばあちゃんを連れてくる子がいたり、学校へ戻り先生を呼んでくる子がいたり、ランドセルを置いて走っていったと、で10分もしないうちに当時の担任の先生と、6年の担任一番近いお家のこのおばあさんが到着しました、でみんなが交代でブロック塀の穴から女性の死体を覗くんですと、知り合いならかおばあさんは正面玄関から家主を呼ぶと、丸々さん誰か死んどるよって言うと、留守のようで返事もないまま辺りは騒然としている、はい、すぐに警察までが入る大騒ぎとなりました、はい、でこの日はもう一回学校に戻ってね、はい、警察からの事情聴取を受けて親に迎えに来てもらって帰った記憶がある、はい、だけどこの事件、はい、この当時は何も進展がなく終わってしまったんですと、はい、で変わったことは一つだけ、ブロック塀の穴が内側から塞がれて今現在でも覗くことはできなくなってしまったんですと、でその後は死体を見た怖さもありこの家の前を通らないようになりましたと、
で当時の私はカラーひよこのことなど忘れてしまうくらいに怖くて、親も先生も何も言わなくなったためにそれ以上事件の真相を知ることもないままでした。その後40歳くらいになった時にね、小学校の同窓会があったそうなんですよ。で当時の担任の先生と会う機会があった。で私はずっと気にしていたあの時の女性の死体について先生に聞いてみたの。酔っ払った先生が、ああそういえばあれお前だったか、あの後大変だったんだぞ、夜8時過ぎにもう一回で警察とあの家に行ってな、事情説明してな、全裸女性の死体見てきたんだと、で、結論から言うとな、あの死体な、あの当時のなビニール製のダッチワイフだったんだよと。で先生も実物は初めて見たから大騒ぎをしたんだけど、女性の形をした浮き輪のようなもので口と下半身に穴が開いてる、毎回使用後は洗って干していたらしいと。お前が見たのは洗ったダッチワイフが干してあるものだったんだと。同窓会の会場が一時静まり返る。こんな笑い話が先生の朗読のような無駄にうまい話し方でリアルに状況が脳裏に浮かび大爆笑となると、店員さんにね、あまりにそのみんなが笑っちゃうから他のお客様にもと注意されるぐらいみんなで受けたと、その後も大変だったそうですと、噂になるといけないので担任と校長で謝罪をし、子供たちに見えないところでダッチワイフを干すようにお願いしたところ、自分の家の庭に干して何が悪いと住人の方は激怒したと、でこの後も先生は市役所の方や警察と一緒に何度か足を運びお願いしに行ったとのことで、最終的になんでそのブロック塀の穴を埋めたかっていうと、子供がここから見ないように市役所がお金を負担してブロック塀の穴を塞いだとのことだったと。先生本当に申し訳ないです、以上後日に真相が分かった話でした。これはまあまあ子供は分かんないからね。あ、まあそうですね。うーん、まあちょっと話、あれこれまあそっちなのか、病気なのかどっちなんだろうっていう、確かに、怖いとんでもないカラーひよこだから、このカラーひよこがなんかそのね、猫が取っちゃって、なんかあのみんなが大好きだったのがいなくなっちゃったよみたいな話かと思いきや、そこはもう全く関係なく、干すんですね。いや俺は使ったことないけど、健吾は、いやそんなあの抱えれるほど、まあその人の家のように広い家を持ってたら、はい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 、私もあのやるんかい、そういうなんでしょう、あのこういう椅子のところになんでロッキンチェアで暖炉の前でロッキンチェアでみたいなことなんですよ、それは喋りかけてたかもしれないですけどいや本当のワイフを見つけろダメじゃない、ワイフ見つけなきゃダメじゃないですか僕たちは。いやでもその小学生が見えるところに干すのはやっぱダメですよね。本当そうだよね。でまあちょっとね、そういう倫理観の方だからなんでしょう、はい、あの子供が見るので、はい、なんとかなりませんかっていうので、はい、いや自分の庭に干して何が悪いっていうこの第一段目の開始で、はい、もうちょっと問題がありそうな方なんだな、はい、お話、はい、仲良くはなれないよなって確実に正直で僕は思ってしまいましたね。いやでもその後もずっとそこに住み続けたわけですからね。そうなんだよね、なんかなんかね、ピンクのひよこがね、粘膜になって、はいはい、なんか真実を覚えかしつつ、ね、最後変態話じゃねえかっていう。いや僕はあそう、あそうピンクひよこの話かって、あなんかあるかなっていうふうに用意してたけど、考えてね、途中全部吹っ飛びましたもんね。もう